もうちょっとその笑い声だけがでかい、でかいんですよね。そう。明日もあなたに会えるかな、そんなことが。頭ふっとよぎる、照れる、歩道橋すれ違う、サンデーサンシャイン、ささやくよ金色こもれび揺れて歩き出すんだ優しい空、見てるから無色透明よ、無尾な風は僕の頭。はい、始まりましたね。はい、皆さんどうもこんばんは。あ、こんばんはから始まるのは初めて初めてですね。初めてですね。はい、はい、ピースストリート TV 第5回。第5回です。はい、始まりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日も始まりましたね。はい。まあ、第4回、前回。前回。前回はいろいろハラハラドキモキドキもありました。はい。もう本当にどうしようかなっていう時間帯が。ね、長かったので、いやでもすごくね、番組自体としては見ていただいた方も多かったし、反響もね、はい、多かった、すごかったですね。やっぱり徳島の、はい、トークイズユーさん来ていただいて、はい、これお土産もいただいたんだけど、そうなんです、お土産ね、これ今日食べます、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、まあ、ルパンさんと、ね、イマジズさん、あとボス出ていただいて、はい、であのあとね、いろいろちょっと真面目にね、はい、番組のやっぱり諸先輩にいろいろその番組のまあなんだろうな、運営じゃないけど、まあ、そういう、はい、まあ、いろいろ経験もお話というか、いろいろ聞けてよかったよね。よかったです。すごくいい、まあ、勉強にもなれましたし、そのいろいろと刺激もあってね、はい、なかなか素晴らしい夜でしたね、先週は、はい、その後またみっちり反省会もありまして、ありましたし、もう3時ぐらいまでやったから、3時ぐらいまで結構、ね、眠たい中の次の日みんなもう、ね、あなた休みだったでしょ、次の日、私次の日休みだった。だってね、 3時に解散したあと、この人一人で飲みに行ってましたから、私飲みに行きますとか言いながら明るくなるまで遊んでました明るくなるまで、さすがだね。ということで、まあ、今週もね、やってきました。で、まあ、ピスト TV、5回目になりましたけども、はい、まあ、毎回おなじみの特番さんの曲でね、始まりました。なんか特番さん、今日なんかいろいろタイムラインで見てると、はい、どこかのフェデリコさんでライブがあるのかないのかみたいな。やってましたね。ね、楽しみですね。はい、ですね。で、今回はですね、まあまあ、いつものようにはい、ユーストで放映してますけども、放送というか配信してますけども、はい、まあ、見方というかね、どのようにご覧いただきたいというか、はい、このピースストリート TV、まあ、皆さんにも参加していただいて、はい、作る、まあ、番組ですので、はい、ツイッターのアカウントを持たれている方はね、ぜひタイムラインからですね、はい、いろいろツッコミを入れていただきながら、はい、番組進めていただきたいと思う、はい、言っていきたいと思います。もうすでに何人の方見ていただいているのかな、もうだいぶたくさんの方見ていただいていますね。一応今画面上に、はい、ログインの、おお、すごい、ソーシャルストリームのツイッターのログインの仕方っていうのが今載ってますので、はい、そちらのログインのところから、そう、ここに入力してくださいねっていうので、出していただいたらこちらに出てきますので、はい、こんな感じでね、はい、まあ、ツイッターログインして、ない方はツイッター、今日この後ツイッターのですね、まあ、ログインの仕方はやるのかな、ツイッターの説明もするので、はい、初めて、まあ、ツイッター今アカウントないのよっていう方は、この後、まあ、ちょっと見ながら、また後で、話を聞きながら作っていただいてもいいかなと思いますので、はい、お願いいたします。はい、で、皆さんが参加して突っ込んでいただきながら、それちゃんと見てますんでね。でこの間のね、でもね、トークイズさんもやっぱり皆さん見てると、タイムラインとのこうなんかな、密着度というかね、はい、皆さんとの近さがやっぱちょっと勉強になったというか ね、僕らももう少しタイムラインやっぱり書いていただいている方と もっともっと絡みながらやっていきたいと思いますので、ね、はい、その辺お願いします。お願いします。はい、で、いつものメンバーなんですけど、ちょっと自己紹介まだしてなかったかな、はい、私が一応 MC でプロデューサーで MC のゲロッパでございます、はい、今日もやります、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ゲロッパでございます、よろしくお願いします。フォローもしてね、お願いします。はい、アシスタントのシロタンです。はい、シロタンです。美人アシスタントのシロタンでございます。美人って言ってもらえました。はい、はいはい、はい、自称かな、あ、自称じゃない、自称、自称かな、詐称かな、詐称の方が近いかもしれない。はい、で、ディレクターの、ウィットプランさんね、はい、今日は後でまたもう入ってもらって話しましょうね、ウィットプランさんもね、はい、はい、なんか一言あれ、なんか無言ですね。無言です、うん、はい、無言だそうです今日は。はい、はい、
で、今日はね、皆さんは多分見えないと思うけどね、あのちごさんみたいな衣装を着ているあのレムさんテクニカルディレクターのレムさんが、いつもの通りですね、カメラを一人で出てきましたね、入っております。今日はユニフォームじゃないね、でもね、あれユニフォーム着てもらわないかんねどっかで。はい、ということで、はい、今日も一仕事してきました、レムさんも含めてですね、あと後ろの方にですね、今日は、たくさんのゲストもまた、はい、お、なんかあのかボット早速抜かれて、あの見慣れた顔のアバトさんもいますけどね。え、ほら、なんか今日はビジョンがいっぱいいますね。なんか気になるね。はい、はい、あ、早くも視聴者数30人。多分ね、この絵あたりが気になっている方がいらっしゃるんじゃないかなとも思いながら、はい、はい、じゃあ今日も始めていきたいと思いますね。はい、あと、はい、今から先週のプレゼント当選者発表プレゼントね、をさせていただきます。はい、はい、やってください。前回道後グランドホテル様の方が登場していただきまして、はい、その時に、うん、あのペア宿泊券を2組様ね、どうぞこれですね、はい、私持ってきましょうか、はい、ペア宿泊券2組様、はい、多数の応募30名以上の応募がありまして、ありましたよ。でも結構確率は高いと思います。30名以上なんで、ね、30分の2やけどね、はい、すごい、実はその辺で国字引き吹くのと変わらんけど、はい、はい、その中から見事当選したのは、はい、リュウレボリューションさん、お、リュウちゃんね、はい、とキリバコさん、キリバコさん、キリバコさん徳島の方ですかね、はい、徳島の方ですね、はい、が、はい、2名見事当選しました。はい、おめでとうございます。いいですね、これいいよね。これあの実は PS ストリート TV あの史上一番豪華なプレゼント、豪華です、豪華なプレゼントですね。しかも一泊二食付きのペア宿泊券、はい、もうあのいろんなことに使ってください。いろんなことってどんなことですか。いや、まあ、ペア宿泊券ですからね、はい、ね、まあ、ご家族での親睦を深める、ね、はい、親孝行でもええし、ね、というような、はい、あのいろんなことね、いろんなこと、うん、来ていろんなことをするとかのいろんなじゃないですよ、はい、はい、ということです。はい、どうも、はい、2名の方ね、おめでとうございます。タイムラインの方に載させていただきますの で送り先をDM ください。あ、そうだね、はい、あのこっちはもうあのちゃんと、フォローしてますから、はい、DM くださいね。フォローしてないなんてことはないようにね、フォローしてくださいよ、ちゃんとね、はいはい、DM をいただいたらこちらのペア宿泊券をお送りさせていただきます。はい、はい、送りますよ、はい、はい、あと、はい、道後グランドホテルさんの方から外れた方にもプレゼントっていうのがございまして、うん、今度道後グランドホテル様に宿泊する際、他の方でも、うん、ピースストリート TV を見たとか、見たツイッターを見てきましたっていうお客様に関しては、館内の売店の割引券をプレゼントって、はい、はいはいはい、外れた方にもプレゼントをいただけることになっておりますので、さすが増田社長、太っ腹、はい、ね、はい、お願いします。なのでもし宿泊される際はまたピースストリート TV を見たとか、見たということで、ツイッターを見たとかって言ってください、はい、言ってくださいね、はい、はい、あのでロビーでは、はい、あの Wi-Fi 入るらしいですからね、はい、あのちゃんと iPhone 持って行ってね、iPhone 持って行ってねって、なんか強制的やな。あの、道後グランドホテルナウとかね、はい、ちゃんとマドンナが、あの、この間出てきとったマドンナがね、お迎えしてくれるんだから、そこでツーショット撮って、マドンナと写真撮ったナウとか、ね、あの、実況してくれるとかね、ね、あの、そういうのは必ず、あの、ぜひやってくださいね、はい、あの、お願いします。で、あと、写真とかもし、あの、ピースト TV の方に送っていただいたらね、またこちらでもご紹介したいと思いますので、はい、ぜひ楽しんでください。はい、ありがとうございました。はい、はい。はい、ということでね、はい、まあ、豪華なプレゼントもらいました、ね、1週間ね、はい、先週から1週間いろいろありましたか。まあ暑いけどね、暑い、でもなんか水曜日はいつも曇りのような、うん、水曜日いつも曇りなんですかね。先週もそうなの、曇ってましたよね。あ、そうですか。なんでちょっと過ごしやすいかなっていう感じになったんですけど、ね、はい、まあでもあの夏も真盛りになってきて、何ですか今週のトピックとしては。何、やっぱり何なの、あれか、花火花火だね、はい、花火ですね。花火、あのウィットプランさんも入れてましたけど、はい、長岡 あの花火がすごかったらしいですね。ツイッターではね、4000人超えたってらしいね、はい、生中継の中継、日本の生中継の新記録、新記録、世界の新記録、お、本当、おすごい、すごい、すごいね、同時視聴の新記録だそうです。
まあ、あの長岡のファミリー日本の中でも有数なんですよね。はい、そうですね。すごいな。私も見たんですけど、すごい綺麗に花火とかも、あれはすごいね、映ってたので、意外とちゃんと映るもんね、あのね、はい、あの花火あんな綺麗に映るの。歌いよやっぱりあの撮影の方だいぶあれ練習しとったんでしょうね。いや僕花火大会あんまりあの得意じゃないんで行ったことないんですよ実は。そうなんですか。そう、今週末松山も、うん、行ったことないの。花火大会、花火は嫌いじゃないんですけど、嫌いじゃないけど花火大会にいい思い出が あまりにもなさすぎて昔は行ってたってことですね。そう、あの大体行ったら振られるとかねそういうジンクスがある。そうそうそう、ジンクスがあるというかね、あの誰かが病気で倒れるとかねあのひどい思い出がいっぱいあるんでね、あの好きだったんですけど、いつの間にかちょっと足が遠ざかったというか、なので今年はもう結構そうそうそう あるんでしょ。だって今週末あのね、松山祭り水の花火がね、はい、日曜日、土曜日、日曜日でしょ。日曜日です、ね、日曜日で音幕、今治の音幕も日曜日、日曜日です、ね、だからまあ愛媛のその大きな花火大会、はい、というかお祭りでいうとね、はい、あの一番その盛り上がりが今週末ですから、はい、皆さんも行くんだろうな、ね、皆さん花火の生中継見てみたい。花火の生中継をピースト TV にオファーがありましたけど、どうしますかねこれあれ無言だな、うん、やりたいけどな、やりたいって言ってますよ。やりたいね、ヌームさんやりたいって言ってますよ、ね、これどっかあの場所設定してちょっとやりたいね、うん、電源と回線があったらできますよ。そう先行花火はまたえらい規模が違うね格差ありやね花火格差。でも先行花火をどんだけ綺麗に映すかっていうのもあるかもしれないですね。いやでもね、花火中継見てみたいよね、はい、水の花火お船、これなんて読むの、お船、お船って中HD マイカーさん、これなんて読むんですか、ごめんなさい、はい、もう物知らずで8日土曜日、9日日曜日やね、うん、は3つですね。そう、はい、うん、家の PC うるさくて何言ってるんだか全く分かりませんって書いてるけど、サバイさん声がちっちゃいっていうこと、うん、ちっちゃいの、なんか音が違うのかな、ちっちゃいんですかね、うん、ちょっとモニターチェックしてみますね、はい、うん、昨日は大津の花火がユースとしてたらしいけども、あ、そうなの、そうなんですか、あ、そうなんだ、録画してるんだろうか、ユーストのですよね。大津も結構大きいですかね。大津も結構大きいですね。愛媛あのか、あの河原で、河原のあの鵜飼のところ、鵜飼のところで上がるの、上がる、ね、ああええやんか。じゃああれだ、鵜飼の船に乗りながらの、はい、花火見ながらの、はい、ああ うわちゃんと撮るんかな、花火の時でもちゃんとでも明かりがあったら鵜ってこう潜りますね。そうだから明るくなったらやっぱ潜るんじゃないですかね。でそれやったらあのその鵜匠の人の言うこと聞かないんじゃないの。ああそっかあなるほどね、はい、今日飲みながらやってますよ、はい、あ、そうだ今日ね、飲みながらやってるんだけど、実はねそのきっかけもあって、これ第1回の放送でね、栄光酒造の土谷の部長さんと、もう一人営業のどなただったっけ、西村さんね、持ってきてくれた、はい、あの南高梅のね、はい、梅酒、蔵元の梅酒とみかんのお酒、これがね、スタジオに来たらね、ドアの取っ手にかかってたありがとうございます、ありがとうございます、どうも、ちょっと今日ここお休みだったんで、7時までは入れんかったんですかね、でそれで早めにどうも来ていただいてたらしいんですけど、はい、なんかねゴンギツネのような毎回スタジオ来るたびにドアに何か引っかかってると嬉しいいやいやそんなことはないんですけど、催促してるわけで、はい、どうもありがとうございます、ありがとうございました、はい、英語指導さん、どうでした反響は。いやこの間ねいただいて美味しかったんで、はいはい、今日もこれじゃあいただきながらもう番組やっちゃいます、はい、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、早速皆さんでいただきます、いただきます、はいです、はい、じゃあこれ、はい、もういただいちゃいましょう、いただいちゃいましょう、はい、オープニング長いね、だらだらとね、はい、うん、ということで、まあそういうことで、はい、だいぶ毎回番組を重ねてくるといろいろな、なかなかいいこともあって、いろいろおしゃれになり素晴らしいですね、はい、やってよかったね、はい、5回目にしてだいぶだいぶね、仲間もできてまいりました、はい、で、まあユースト TV 皆さんで作っていく番組ですので、はい、タイムラインからの、ご参加ね、はい、わ音よく聞こえてますよと、はい、シューキャンさん、はい、
ですね、あ、オフオフナテチュー、あ、オフナテチューですね、はい、ちょっとイントネーションはこれで合うてるのかねオフナテチューオフナテチュー、うん、これイントネーションはさすがにでもタイムラインから入れるのは難しいでしょう、はい、どうだあの HDMI 感さん正しくあのタイムラインから添削していただいたらどうかなと、はい、オフナテチューですね、はい、よかったそうですね。皆さん、まあ、皆さん行くんでしょうね、でもね。そうですね。どんだけ集まるんかっていうぐらい、どんどん集まってますからね。はい。はい、はい、ということですね。はい、じゃあ、まあ、あの、今日も番組、まあ、あの、オープニングはこの辺にして進めていきたいと思いますね。はい。はい、で、じゃあ、一発目、何やりますか？一発目は、松山モードフェスのオータムウィンターというイベントが今度、10月ぐらいにあるみたいな、そちらの方が告知で来られてますので、はいはい、登場してもらいましょう。はい、まあ、あの、先からね、はい、皆さんちょっと、多分あの、もう気が気でないと思いますの で、まずちょっと登場していただきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、すごいわまたテンションがこの絵が素敵、もういつまでもあの見ておきたいような絵になってきましたねこれあのピースストリート TV では一番過去にない美しいあの画面でございますねあのお二人には来ていただいて本当にありがとうございますありがとうございますということで、本日は、松山モードフェスですね、はい、2010、はい、オータムウィンターはい、これ の、 あの、イベントの紹介告知でですね、はい、今日はあの来ていただきました、はいで、お二人来ていただいたお二人は、はい、どういうそのこととお名前を何をやられている方で、お名前をというのをお願いします、はい、ちょっとドキドキしてちょっと飲んでもいいすごい片言になってますあのリハーサルではバンバン攻めてたんだけど、はい、ちょっと今日珍しくリハーサルしたもんね、はいはい、はい、松山モードフェス、はい、しますか、はい、見えます見えるね、はいはい、2010の、はい、オータムウィンター、うん、で私がモデルの川口です、うん、モデルをやられてる、はい、川口さん、はいはい、で、こちらは私も一緒にモデルをやってます今宿です、今宿さんですね、はい、はい、まあまあもう 見るからにモデルさんっていうのはもうねあの入ってきていただいた時に分かりましたあの見上げるようなあの素晴らしいね、はい、あの美しいお二人でございまして、はい、これちょっと出しときながらお話しますか、はい、じゃあ私も解きましょうか、はい、でこの、松山モードフェスタ2010オータムウィンターっていうちょっとまあ長いような覚えられないようなあれです。フェスですね。モードフェス。フェスタじゃないね。はい、フェスね。はい。の後ろからツッコミも入ってますけどね。はい。これはあのどういうイベントなんでしょうか。このイベントはですね。はい、大街道一丁目を会場にした、はい、会場にしてアパレルショップによるファッションショー、はい、イベントなんですよ。はい、もう今回本格的なファッションイベントになってますので。うん、でまたあの他にも県内企業によるブースも設置してますので、うんまあ、ファッションショーも楽しみながらブースも一緒に楽しめるっていう、うんまあ、お祭りのような感じになるわけですね。そうですね、はい、あこれ何回目になるんですか、まあ、今回3回目ですね。あ3回目、はい、ははで、1回目2回目があって今回3回目、はい、前回までと何が違うの3回目はですね、まあ、1回目2回目は自主開催で自己満足のところがあったんですけど、はいはい、自己満足、まあ、僕らも自己満足だもんね。でもまあ結果的にはいいイベントになってたので、うんまあ、そうじゃないと続かないですもんね。そう1回目2回目本当に良かったので、うん、3回目もっと、うん、いいイベントにしようということで組織化して、うんうん、街を巻き込んで、うん、大きなイベントに、あ、はあ、じゃあまあ今まではまあ個人で一生懸命やってたのが、はい、ちゃんとした組織で、はい、でその商店街ですよね、はい、北海道も巻き込んで大きなイベントとしてやろうというのが今回初めてそういうふうになったそうですね、はあはあ、じゃあ街を盛り上がるような感じの全体的にイベントになるってことですかね。そうですね、まあ、1回目2回目も街を盛り上げる目的でやり始めて、はい、そのまあ、ゴール地点は今も一緒なんですけども、うんまあ、今回もっと大きなイベントで楽しくしようっていうので街をもっと巻き込もうっていうので、はいはい、電話かかってましたね。せっかくしゃべってああなるほどなるほど、あのまあモードフェスっていうことですから当然あのファッションアパレル関係の結局、はい、ショーもあるわけですよね、はい、メインはそのショー、そうですね、うん、で皆さんモデルの方が
順番にこうその、出店企業ってないけどアパレルの、 その、はい、出店されてるそのいろんな方の洋服出店されてる人の洋服着替えながらあの出ながら、 出ながらファッションショーもあり、メインがファッションショーで、うん、で企業ブースさんも協力してもらって、うんうん、ファッションショーっていうと僕らあんまりわからないんで、はい、あの東京ガールズコレクションとかね、ダ、はい、ーとかで歩いてくるあんな感じだとはちょっと違うんですか？ま、松山のね、松山のショップさんの協力をいただいて、うんうん、でそこでの様子を着て、はい、練り歩く、ね、でもやっぱりモデルさんだからその何点かまあその着替えの衣装もやっぱり着替えながらっていうんでやるんでしょ、はい、あ、そうですね、ね、1日ぐらい丸1日1時から夕方5時ぐらいまでですかね。あ、はい、あ、なるほどなるほど。いつあるんですかね。あ、そうか、日言ってなかった。日、ね、日が書いてない。10月11日です。そうそうそう。10月の11日。11日です。はい、あ、10月の11日ね。月曜日祝日ですね。月曜日祝日。はい。あ、そっか。はい、あの元々体育の日です、ね。体育の日です。はい。なるほどね。で、これ、まあ、まだもうちょっと先なんですけど、当然告知としてはあの もちろん来てくださいと。はい、見に来てね、はい、興味のある方ね、はい、見てくださいというのと、あとその、そのスタッフなんかも募集されているということですかね、同時に。はい、スタッフさんとか、あと協賛、うん、協賛 の、 その出店するしていただく企業企業さんですね、うん、要はブースがあって、はい、結局お祭りみたいな感じだから、はい、去年はどんなところが出てたんですか？去年協賛の方ですか？というかブースショップさんとかブースにしてブースとかはケーキ屋さんとかネイル屋さんとか、うん、その県内から、はい、なんかそう松山を盛り上げたいっていう人らが集まって、うん、みんな出しましたね。はいはいはい、まあ要はそのモードフェスなんで、はい、まあそれまあちょっとガールズ系というかね、うん、そういうことにまあちょっと関心が多い人が集まるから、ね、はい、そこに来てぜひ紹介したいと。ですよ、うん、女性だけですか、モデルさんって男性も？いや、男性も男性も男性、はい、女性両方モデルさんがいて、はいはい、ファッションショーする、はい、え、モデルも募集してるってこと？あ、そうです、モデルも募集する。私もオーディションはあるんでしょうか？オーディション、センとかコネクションありでしょうか？説明会の方が、はい、あるんですか？はい、あ、8月8日にこの次のページ、なんかさっきちらっと私見えたんですよ。あ、はい、あ、これモデル説明会が、はい、8月8日ですね。はい、1時から1時から、はい、はははまあ、大街道1丁目の美容室ボアップさ ん、はい、ボアップさんストゥーシーのお店のストゥーシーさんの2階、はいはい、これツイッターのアカウントもあるということ？あ、アットっていうのは場所のアットですね。あ、ごめんなさい、はい、ボアップさんに私も行ったらオーディションが受ける権利はあるっていうことですね。あの説明会、まあまあ、あのできるかどうかは別にして、ね、採用されるかどうかは別にして、ね、待ってます。あ、そうですか。あの おじさん向き の、 あのものであればなんとかなるかわからないね、はい、ですね。あ、しろたんも行く？頑張ります。あ、まあ、頑張るも勝手やからね、みんなね。でもあのそれチャンスですしね、モデルやってみたいなっていう方も、うん、やっぱりあれ初めてやるっていう方もいっぱいいらっしゃるの？ほとんどがそうですね。初めて、歩き方とかそのお化粧の仕方とかっていうのも全部教えてもらえるんですか、そのモデルさんに？お化粧はまあショップさんに聞いた方がいい、うん、そうですね、ショップさんに聞いて、うんね、どういうメイクかっていうのは、うん、なるほどね。あ、そうですか。あ、じゃあぜひ、まあ、皆さんあの、まあ私とちょっと被るかもわからないけどね。今日もいらってその話は。まああの皆さんぜひあのご応募していただいて、まあ、モデルの方もそうだし、出店企業の方もそうだし、はい、あとはその裏方さんというかスタッフの方も募集されているということだから、はい、ぜひあの関わってみたいという方は、先ほどの、連絡先はどこになるの？連絡先は公式ホームページ。公式ホームページだね。はい、はい、http テテテテテドットスラスラ松山、あのコロンスラスシュスラシュ、そうですね、松山モードフェス、はい、松山モードフェスで、ではググったらまあ出てくるっていうことだね、多分ね。そうですね、はい、ツイッター上にも、はい、ツイッターのアカウントもあるかな、はい、あとミクシーとかも。あ、ミクシーもある、はい、ミクシーとツイッターと、ね、ツイッターの方では MMF2010AW、 まあこれ僕ももうすでにね、あの、はい、フォローさせていただいてます、はい、フォローしていただいてます、はい、でこちらの方にも直接、投げても大丈夫なの？
応募したいとか。とりあえずはやっぱこっちの正式な申し込みのあれがあるんだ。あ、申し込みをこう多分送ってくるんかな。あの内容を見て、うん、で参加したいという方は説明会来ていただいて、はいはいはい、で説明を聞いた上で、うん、本当に参加したいという方。なるほどなるほど、はい、はい、そういうことですね、はい、はい、ということですね。ぜひ皆さん松山モードフェスね、オータム、ウィンター、みんなで参加してもらえる、はい、まとめるね、もうみんなでみんなで行きましょう、ね、あの行きましょう。ピストでもぜひできたら取材したいけどね、こうバーっとこうね、その模様を、うん、ユーストリームを作りますか、松山モードフェスね、作ってください。ボランティアで、じゃあこっちの参加するのはなんか障壁低そうやね。できそうな感じがするな。じゃあそれ、ありっていう、ワンカメで、僕がカメラ持って、カメラ持ってもう、もう実況もするわけだ。ああ、全部。ああ、もう引いて、もう引く必要は入れてくれんと思うんですけど。男性の方で。ああ、はいはい。男性の控え室は別にどうでもいい。はい、はい、ということですね。はい、これで告知大丈夫ですか？他にもうちょっと言うとかないかんことあります？大丈夫。そうですね。もう、はい。はい。伝えたいことは伝えましたので、はい、はいはい、ということで皆さんぜひよろしくお願いしますね。よろしくお願いします、はい、どうも、じゃあお二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんかさっきツイッター上にも美人美人っていっぱい、もう来てる、はい、あ、もう来てますね。本当だ。あ、なんか個人名書いてる人もおるね。増えますさんだ。あ、次々とバックヤードの人数が増えてるねと。あ、公式サイトも、公式サイトもうち の, ピースト TV のアカウントで公式サイトの URL も入れてますので、はい、はい、うひょう美人とか、うひょう美人、あ、うひょうって。私の時はうひょうって言われなかったんですけどね。あ、それはノーコメントに。いつもノーコメントなんで突っ込んでください。ええー、突っ込むの。、はい、そこ、はい、そこは突っ込んでも身を削って一生懸命頑張ってる、ね、そこはもうスルーにしとくわ。なるほどね、はい、あ、超綺麗なモデルさんとか、女の子レベル高いよとか。あ、そうですね、もういきなりなんかすごいですね、反響大ありあり、ね、ありありありですよこれ。やっぱスタッフさん募集とかモデル募集とかも結構されてらっしゃったの、うん、ホームページ見ていただいたらね、うん、そうそうそう、いろいろ載ってるので、はい、ですね、はい、はい、じゃあ、いうことで、あ、まあ、もう、あ、もう50人も視聴していただいてるじゃないですか、今回は。ありがとうございます。なかなかいきなり出だしが好調ですな。好調ですね。はい、ということで、じゃあここからは、はい、告知終わったんで第2部という、第2部じゃないな、第1部、今日は1部ですけど、はい、まだこれから始まりますが、告知してた内容でいうと、今回、まあ、ツイッターの、その前回ね、前々回かな、前々回、前々回ちょっとやってて、実は途中で全然やりたいなということがあんまりできなかったんですけど、はい、まあ、このピースストリート TV は、まあ、そのユーストとツイッターを組み合わせたそのソーシャルメディアっていうのを、はい、まあ、活用したメディアでございまして、まあ、メディア、まあ、放送はもちろん生放送でね、ユーストリートでユーストリームでやって、はい、でそのタイムラインで、まあ、そのツイッターを利用していただくというようなことで、まあ、主に僕らもそうなんだけど、ツイッターの仲間が集まって始まったその、まあ、メディアなんで、はい、でその松山でツイッターやってる人がどのぐらいおるかっていうのは実は正確にはわからないんですけど、街ツイとかね、はい、見てると松山だと、まあ、1000人ぐらいしか参加してないのかなとかっていうのもあって、実は僕らもツイッターやっていろいろとこんなムーブメントもできてるから、たくさんの人にやっぱりツイッター使ってもらってね、はい、ユーストも楽しんでもらいたいなということで、ツイッターの、まあ、いろんな話をね、今日また引き続いてやりたいなと思ってます。だからツイッターどんなに楽しむのとかね、もしこの番組を見てる人はほとんど多分ツイッターもちゃんと使ってるし、はい、ちゃんとどころかもうやりすぎやろうとかね。仕事はどらなっとんじゃんぐらいの方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあそういう方がいざ例えばお友達にね、ツイッターやってくれとか、ツイッターやる、はい、ツイッターって面白いの、あんたそんなやってるけどっていう時にこうだよっていう説明はやっぱりするのは難しいとかっていうのがあるので、ね、まあ、その代わりに我々が説明するというかね、はい、を含めて、もしくはこれを見ていただいてどうもこうなんみたいよっていうのをそのままお友達に説明していただいたりして、僕はツイッターの仲間をやっぱりちょっとでも増やしていきたいなと
いうふうに思ってますので、その辺の話を今日はちょっとしていきたいなというふうに思ってますね。はい、はい、ということで、まあ今日はだからそのツイッター仲間の皆さん入っていただいて、あでもないとかこうでもないとか言いながらね、はい、ツイッターの話していきたいと思いますので、どなたが今日は皆さん来ていただいてるのかな。はい、じゃあもうウィットプランさんも入って、はい、で誰入ってもらうかな。アバルトさん、アバルトさん、はい、もう入ってもらって、みんなで座談会形式で今日はやりましょう。今来られてます。どんな席順でしょうか。何も決まらずに始まってます。みかんポキさん、これ座れる？何？3人、ここ3人座る。はい。じゃあアブさんこっち。みかんポキさん。はい。梅酒やりましょう。梅酒、はい、一回どうすか。ちょっと見てもいいですか。あ、どうぞ。怒られました。ダメ出しはどんどん出ます、うん、はい、梅酒飲みましょう。梅酒、蔵元の梅酒ね。梅酒、これそうそう、いただいたナルト金時ポテト食べます。ありがとうございました。イマジンさん、ルパンさん、ありがとうございました。今から食べますよ。これね、ナルト金時美味しいんですよ。実は私徳島出身だからよく知ってるんだけど、スイートポテトみたいな、スイートポテトさつまいもってね、ほら栄養がなければないほど美味しいんですよね。栄養を食べる、だからスナチで作るんですよ、ナルト金時ポテトって。そうですね、海岸を埋め立てたようなところでね。そう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 、だから石ころばっかりとか、ありがとうございます。砂地の方が甘く美味しくなるんですね。そうか、ありがとうございます。本当のロックなんですけれども、はい、こんなもごもご言いながら番組進めてもいいんだろうか、はい、ということで、はい、じゃあ今日はツイッター説明会というか、ツイッターについて皆さんで話しながら進めていきたいと思いますので、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、でね、ツイッター、まあこの間の放送というか配信では、まあ、基本的なツイッターの使い方ねっていうのを説明しました。はい、今日は何だったっけ、ポスト、もうツイートをするにはどうするのということとか、はい、返信ですね、リプライするにはどうするの、リツイート、リツイートはっていうのは何なのとか、あとは DM っていうのは何なのという、まあ、本当に基本的なところだけ話してたり、その間すぐ終わってたよね。そう、うん、140文字の謎が分かったのが、まあ、そうそうそう、あれ、グラフィスさん教えていただいて、ね、そうそう、正確にはね、私適当なこと言ったんですけど、そうそう、OK です。ミカンポッキーさん詳しいんですか、ツイッター。 IT 詳しいんですか。全然詳しくないです、全然ない、うん、すいません。でもフォロワーすごいですね。フォロワー多いんですよね。お友達がすぐできるんです。よくしゃべる、ね、ツイッターで喋ってて、なんか喉が枯れてくるぐらい落ち込んで、そうで、まあ、この間の話だとね、ツイッター、初めて、まあ、どういう人に今日の話を聞いてもらいたいかっていうと、まあ、ツイッターアカウントはまあないのと、まずユーストリート見て、ユーストリーム見てるけどないんで、じゃあ始めたいわっていう人と、あと、まあ、アカウントは作ったんだけど面白さがわからない。面白くない。面白さ、この時期は必ず面白くないんですよ、ね、みんなあるよね。最初のその壁がね、お友達できないし、そう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 、入っても一人ぼっちみたいな、ね、転校したばっかりの学校のクラスみたいな感じで、ね、僕友達いない状態で、そう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 、毎日学校行くの楽しくないよね。でそんな状態の人ね、でもうそのまま喋れない人になってしまうのか、ね、クラスの中で、そう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 、もしくはちゃんとみんなとコミュニケーションを取って溶け込むのかっていう、その彼岸による人、彼岸じゃないな、間による人、彼岸に行ったらいいかな、お前やな、帰ってこない、おる人ね、もしくは、まあまあ、どうしてからいいか、とにかくわからないから、初めてばっかりっていう人に向けたような説明をしたいと思います。だから、皆さん聞いてる方は、もちろんご存知で、そんなことはもう乗り越えてる方ばっかりなんだけど、今度もいいですか、ウィットさんが、もういい、もう自由に。ウィットさんは美人と喋ってます。というのをやりたいと思いますね。エロモード。エロモード、ワイドプラン。で、よく僕も聞かれるんだけど、ツイッターって何が面白いのって聞かれることが
あるじゃないですか。面白いですよね、めちゃくちゃ。あのそんな時にどんな、なんて言ってます？私ありえない人といっぱい知り合って、ノロノロさんっていうちょっとあのアイコンの気持ち悪いおじさんと知り合ってその人が実は鉄腕ダッシュとか、うん、あと紅白歌合戦の構成作家さんだったんですよ、うん、ああそうなの、すごいアイコンが気持ち悪いって絡んでたらそんなすごい人で、うん、絶対知り合えないような人と普段ね普通に話ができて、ね、それは距離的に言うてもその私生活とか、まあ、社会生活の中で接点がありえない人とその接点が持てるっていうのはすごく楽しいですよね。そのまあ有名人の方なんかもよくたくさんツイートしてるから、あの絡んでもらった時ちょっとでも絡んでもらったりするともうそれだけで嬉しいよね。すごい嬉しい、すごい嬉しいね。一番最初絡んでもらった時は本当に嬉しかった。誰が一番最初でした？でも覚えてないんですよ。嬉しかったんですけどなんでやね。私原口大臣でした、一番初めの有名。原口さん絡んだの？はい、なんかおはようございます、あなたにも幸福がありますようにみたいな。あ、やってましたね当時ね。今やってないけどね。まあちょっと問題があってから。そうそうそう、うん、あのアバルトさんどうですか？私は最初はやっぱ広瀬香美ですね。広瀬香美さんね。ウィヒウィヒヒヒ、そこからの広がりです、ね、広瀬香美さんなんか僕らの年代にとってはねもう大スターですからね。大好きですよ、ね、すごい綺麗、ね、もうアルペンどんだけ走ったかね、夜中にね曲聴くだけで好きに成功調意味もなくあの冬道走ったり俺なんかあのセリカ買うたもんね。しかもあの 4WD じゃなかったですから。そうだね、フロントホイチョイムービーの世代。そうだから私を好きにそれはちょっと知らないね、うん、波の数だけで。それは松任谷由実でしょ。それは松任谷由実だったんやけど松任谷由実だったんやけど、まあ、そんなにも引っかかるようなまあ見肌だったっていう話よ。今もあんまり成長してないよ。全然成長してないね。そう、うん、あ、広瀬香美さんそうだそうだね、うんうん、どうですか内さん、何がツイッターやって何が面白いかっていう。あ、僕はだから堀エモンさん、うん、え、どんな絡みだったんですか？絡みがあったんですか？おしゃべりしたりしたんですか？いや、してないなんだ、してない。堀エモンと、うん、元首相の電話さんと、うん、とりあえず一番最初フォローしたのはゲロッパさん。ゲロッパさん、いや私で全然面白くない。あまりつぶやかない。俺が面白くない人みたいじゃないか。MC やのに、みんなの MC やのに。なあ。ねえ、立ててそれは問題発言ですよ。それは問題発言。でそのあとに面白いコリアとか、その楽しくなってきますよね、だんだんね。最初やっぱ仕事から入ったんですね。仕事から入ってバーっと仕事関係、広告関係とか、うん、プロモーション関係とかやって。うん、でそれからそのフォローしてる人のフォローしてる人を探し出します。はいはいはい、そうだね。例えばゲロッパさんは誰をフォローしてるの、うん、ゲロッパさんは美人ばっかりフォローしてたりとか、誰をフォローしてるのか、アバルトさん美少女ばっかりとか、うん、ああこんな人と、そう、ね、こんな人、うん、でポッキーさんってよくタイムライン出てきたんで、ポッキーさんってずっとおってるね、寂しい女なんでね。まあ露出度が高い人ってね、やっぱり注目されるもんね。そうですね、うん、発言数でいうとみかんポッキーさんすごかったです。すごかったね、今すごいですよね。でなんかつぶやくと誰なんか知らない人からその帰ってきたりとかいうのが、うん、なんでやねんみたいなね、思ってそれが面白いですね、うん、まあそうですね、すごいツッコミが返ってくるんですね。だからその、まあ、何が面白いのっていうことで言うと、うん、まあそのなんかな、やっぱりその今までありえなかったようななんかその人との接点ができたりとか、今まで疎遠だったような人と ね、僕もそうですよ、結構疎遠で。疎遠だったんですか、うん、全然もう実は仲悪かったでしょ。そんなことないですよ、うん、いやでも別に仲悪くない、嫌いだ、年に大嫌いそんなことはないけど、ね、1回とか2回とかしか、そうですよ、ね、耳にも行けません。そう、うん、あとあの京都に行った時に、京都で娘が美味しい洋食が食べたいって言った時にこうつぶやいたら、うん、あそこってわーって教えてくれる。それはあるよね、うん、あるある、うん、すごい良かったですね、うん、美味しい、必ず外れないところをみんなが教えてくれて、この間もあの綾小路、うん、京都在住の、はいはい、岸田の、はいはい、綾小路翔が京都行って、うん、美味しいとこないかな言ったら、うん、うわーって言ってくるんですよ。すごかったですね。そうね、ある一定数 の、 そのフォロワーがおると、うん、もう検索エンジンとかいらないですね。いらないですね。食べログもいらないね。うん、だからそこ行った時にどっか美味しいとこあるかなって言うと、もうバーっと、俺この間何だったかな、なんかジンギスカンが食べたりとかっていう。
ジンギスカンキャラメル、なんかジンギスカンこれが美味しいところが、バーベキューやるかみたいな話になったりとかね、韓国冷麺どこが美味しいんだろうっていっぱい皆さん教えていただいたりとか、あのねもう検索いらないよね。そうですね。小町だけあったら、じゃあ前かそんな感じ。Google いらないぐらいいっぱい。Google いらない。松山のことに限っては Google あってもあんまり詳しいこと書いてないからね。あ、そうそうそう。こと、うん、そう。この劇の日中土日は出張で新浜行って、どっかないですかってやっぱ書いてる。書いてもね。新浜、新浜結構。な新浜多分在住の方がいる。またほらツイッターやる人とかって結構そういうアンテナがある人が多いから。貼ってる人がね。美味しいとこ知っとんだまたね。うん、で教えたいから、はいはい、教えてくれるよね。いいですね、結構あのボットが面白いとかどんどん出てきますよね。加瀬さん今日来るんじゃなかったの、川崎さん来てください。ボット面白いよとか出てきます。そうそうそう、だからね最初はあの要はあんまりもうテクニカルなことは別にして、フォローを増やしていくっていうのがやっぱり一番そのまあ敷居というかね、あのやるかどうかで楽しくなってくるか、誰をフォローするかっていうのが問題でね。そうですね。で僕は思うんだけど、やっぱりとりあえず100人ぐらい、まあ、フォロワーを作るという、誰でもいいと思うんですよ。全然知らん人でも芸能人でもいいし、さっき言ったボットね、ボットってまあ分からん人には説明。いや、ケンコバトちゃんが大好きなんですけど、ボットはボットで、まあ、あの楽しみがね、収蔵ボットとか、いくつかはありますね、熱い心をくれる収蔵ボット。今、英語見たしさんが収蔵ボット熱すぎる。熱すぎる。熱うざいのよ。熱いのよ。うざいけど、お前はできるやつだうおーみたいな。そうそう、この猛暑でも熱いです。でもさ、その熱いことを言う人って周りにおらんやんか、まあ、基本的には、ね、だからそういうのをこうやっぱり聞いてると、ね、うん、もうケンコバとは喋るとすごい脱力系で、ものすごいやる気がなくなる。ちなみにボットっていうのはあの自動的にその人の発言をいろんな、まあ、その今までの過去の発言のデータみたいなのを拾いながら、まあ、ランダムにこう言葉を真似て、ね、うん、プログラム的にこう発していくっていうのが、まあ、ボットなんですよね。有名なロボットのボットです。そうね、ロボットのボット。で有名なところで言うと松岡修造とか高田純次、ね、高田純次もいるんだ、知らなかった。高田純次のボットはええよね、いい加減な感じでね。まあ僕が好きなのはリリー・フランキーさんのボットとか、私好きなのは江原さんの江原ボット大好きなの。スピリッツ系、そう、スピリッツ系の江原さんって、あの江原さん、そうそうそう、あ、母スピリッツ系の母、そうそうそう、みんなの心の修行の場ですとかなんか書いてる。面白い。まああんまりフォロワー増えてくるともうボットはだもうフォローしなくなるけど、最初のうちはやっぱりボットでもね、フォロワー増やすときってどんな風に増やしました？私仲良しの人をフォローさせてもらって増やしていったんですけど、僕なんか割と早かったんで、あの、そうそうそう、まあ、仲良しの人が全然まだツイッターに入ってなかったから2007年でしたけど、まだアメリカ大統領も入ってない頃だったですもんね。そうそうそう、なのでとりあえず知ってる人だから、有名人とかこんな人がツイッターをやってるっていうようなリストをいろいろ探して、その中から知ってる人を、だからマライア・キャリーとか、まあ、ライアキャリー英語わからんけど、でもね意味ないじゃん、意味ないじゃんみたいな。いやいや、でもタイムラインにちょこっと出てきたら嬉しい、嬉しい、嬉しい、嬉しい。マライアキャリーみたいな、マライアキャリーつぶやいてるとか、僕のために、僕のために。違うやろ、違うやろ、全然違う、ね、全然違うと思うよ。僕はあのまずおすすめの30人とか出てくるじゃないですか、トップページ、はいはい、ある一遍 ね、 おすすめのね、一遍全部フォローしたんですよ。でフォローして、でどんどん発言来るじゃないですか、でその発言の、リツイートとかリプライとか出てくるでしょ、タイムラインに。でそれから面白いこと言ってる人いるなとか言うんで、あの選んでいって、で結局その30人を外すんですよ、最終的に、ね、あの残った一般の人の面白い人とか、うん、でそういう人を残しておくんです。あとはもう趣味とかです ね、 そうね、趣味とか、あ、趣味つながりありますね、好きなテレビ番組、どこで釣れるかとか、好きなタレントとか、ね、そういうので、まあ、大体その漫画家さんとかタレント、お笑いタレントとかね、はい、なんかから僕らもやっぱりやってますけどね、うん、そういう人たちを検索する方法が私最初全然分からなくて大変だったんですよ。そうそうそう、お友達検索っていうところをポチッとすると、ね、そうそうそう、名前を入れてその人の本名とか芸名を入れたら、うん、アカウントを取ってたらそれがパッと出てきたりするんですよね。そう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 、でそれが最初もうん、この人ツイッターやってないかなって思って検索かけてもない
検索ありませんでしたとかっていうのが、うん、芸能人とかでも、うんうんうん、あとはね、あの芸能人あの有名なとかバッと出てくるでしょ、うん、その人のあのトップページ行って、うん、その人がフォローしとる人を見るんですよ。芸能人ばっかり。そうしたらその中に芸能人いっぱいことおりますから。ほんまですね。そういうことか。そこからあのまた探してくる。そう。だからあの そういうふうに、まあ、つながりでやっていくと、うん、結局あの、まあ、周りもだんだん入ってきて、はい、で、もう今はね、多分知り合いの周りの人も、うん、割合まあやってると。やってますね、結構。割合やってるから。友達が iPod とか iPad、そうそうそう、 iPod 持ってるとこう自分で勝手にアカウント作って入れちゃったりとかし、うん、結構楽しいんです。そうそうそう。で、三日月さんなんかほら、オフ会、ね、そうですね。オフ会やったから。オフ会やったら面白かったですね。みんなやっぱアンテナの広い人ばっかりが集まる会なんで、うん、すごい個性的な人ばっかり来て、そうそうそう、超面白くて。オフ会やると一気にほらたくさん集まって、そうですね、そう、身近なフォロワーが増えて、そのフォロワー、そのフォロワーのフォロワーもやっぱりこう、そうなんですよ、フォロー、お互いにフォローし合ったりすると、20、2枚が3枚、これでまあ1回もオフ会やると100人ぐらいはすぐ。そうですね、ですね、フォロワーが1人が3人ぐらい紹介してくれるんで、そうそうそう、バーッと増えますね、うん、まあ自分で主催しなくても、まあ、あのオフ会に参加したりすると大体 2,30 人ざっとその場で増えて、うん、オフ会参加してください、その流れで何十人か増えてと、うんうん、いうようなことも出てくると。愛媛オフをどうぞ、うん、あのちょっと話が、ま、本筋に戻るとすると、最初だから何が面白いかわからないと、だからでどう始めたけども何か面白くないっていう人はとりあえずねフォローをしてみるということですね。100人、100人、ね、50人でもいい、50人でもいいんだけど、100人目指して、100人目指して1回やってみて、うん、で100人ぐらいやると多分ね、あの色合いでいうと知り合いも入ってるし、身近な知り合いもあって、で職場の知り合いもおって、まあ、ファンの芸能人とかもおってっていうバランスが大体割とちゃんとできてくるから、あのその中でこう取捨選択しながら面白いとね、うん、なんかそのフォロワーの100人ぐらいが一つの壁でしたねとかっていうツイートで、これはね、はい、これは壁ですね、超えたらちょっと面白くなってくる、だこれができるかどうかですね、そうですね、うん、なので、まずはそのフォローをしていくと、まあ、フォローの仕方はまあまあ分かりますよねというか、フォローはまあ説明しなくても多分分かると思うので、細かいことは説明しません。フォローでお友達になるみたいなね、そう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 、うん、でフォローして、うん、気に入らなかったらもうそう リムーブしたい、そうそうそう、リムーブって何ですか。リムーブはあのフォロー外してしまえばいいんです。それがもう自由に簡単にできるのがツイッターのいいところです。でツイッター始めるときにね、やっぱりあの不安なのはほら変な人とね、まあ、変な人が絡んでくるんじゃないかとか、何、うん、か言うたら怒られるんじゃないかとか、ね、うん、怒られ叩かれるんじゃないかとかそう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 、ね、そういうのがやっぱり怖い、ね、怖いけど、で発言フォローはするけどもなかなか発言できないとかっていう、うん、そうそうそう、ある、ね、最初すごいあの入力して送信ボタンを押すのに考えました、うん、ああそうか、言っていいんだろうか、うん、そうですね、私逆に今頃考えるようになりました。最初の時はなんか誰もフォローが少ないからって思って気にせずパッと打てたんですけど、今になってみんなたくさんの人が見てるからかもしれないっていうのは、あれはありますね。そう、でも公の人が見出したら一番いいのは聞くのが一番よね。何を発言したらいいかわからないって聞いたら、こんなこと言えとか実は言うてくれる、教えてくれる、教えてくれる、質問を問いかける、質問するのよ。僕なんかもやったことあるけど、あの RT とその QT の違いがわからないとか、あのリプライの仕方がわからないとか、あのそこにとにかく入れていったらいいよね。そうするとそれに絡んできてくれて、あの答えてくれる人が多いじゃない。だからわからないときは何をしていいかわからないと。ツイッターってどうやったらいいのか、立ち往生しているっていうと、あの誰かがあの来てくれて RPG みたいな感じでね、この間ちょっとあの岩地さんとも話してたけど RPG みたいに来てくれて、ね、なんかあの誰かに聞くと答えが返ってくるからヒントが出てきて、じゃあ西の方向へ進むかよみたいな話になってくるわけです。私も初めはあの仙台の時空コーポレーションっていう会社の社長さんがツイッターを始めなさいってメールをくれて、うん、いや始めたんですよ。分からんのにとか言って、コメント拾って、ね、あコメントね、コメント拾って、あそうか、さっき書いてあった、
さっき書いてあった、うん、あのそうだね、エゴミートアスさんが、うん、職場の知り合いがいると業務中につぶやけない。そうなんだねバレちゃうんだよね。これそうそうそう、ね、これ微妙でね。だから職場で禁止してるところとかあるやん。ありますよね、うん、微妙で、うん、で僕もね最初複数アカウントで、そんなとこあるんですか。いやそれね、ありますよ。あの OK とか言わんけど、パソコンとかでやってるとちょっとやっぱ取られちゃった。何してる、例えばホームページ見てはいけませんみたいな会社もあるとすると、ツイッターダメじゃないですか。ダメですね、うん、だから、それね結構あって、あの別アカウント作ったんやのよ。本名じゃないやろ、ね、でもそれを推奨するんですか。いやてかな、あの現実にこうリアルな人をフォローしていくと、うん、例えばあの僕なんかも割と会社ではちょっとした立場があるとすると、うん、その部下の人たちとかって僕に多分フォロー気使うと思うんですよ。そうですよね、いろいろ会社の嫌なこととかも書くと思うので、あのね、ゲロッパ死ねとかも多分2日に1回ぐらいは書きようと思う。業務中の人はツイーグルがいい。何それ、ツイーグルがいいよ。ツイーグルって何ですか。ツイーグルってグーグルみたいなあのインターフェースの、 あのツイッタークライアントがあるんですよ。だから見た目グーグルなんよ。見た目グーグルなんですか。見た目グーグル。そうそうそう。で、あのタイムライン偽装してある。そう、あのエクセルライクのやつもあるのさ。あれは何だったかな、名前が分からん。エクセルを開いとるようなあたかも画面で、あ、そうなんだ、あのツイッターができるクライアントもあるのよ。そういうアプリそうそうそう。後ろに上司が立ってもバレない。バレない。全然あの見てもバレない。そういうこれ多分あれ名前とか裏技も教えてくれます、うん、誰かが入れてくれると思うんですけどね、そういうのをだから見た目にその画面職場こんなこと言うてんだろうなまあ仕事中にやる場合はそのツイーグルとかそのエクセルのやつは何だったかな、それを使っていただいたら、まあ周りにはっぽいツイートのツイッターのホームページがあると、そうそうそう、エクセルとかいいですね、うん、いいですよね、よく私ものすごいやってるみたいな仕事してるみたいな感じ、うん、いいですね。で、カステルさんからプロフィール検索できるサイトありますよ、松山とか道後とか好きなキーワードで検索できますよっていうのがね、うん、あとね、リュウレボリューションさん、リュウレボリューションさん、うん、あのリュウちゃん、さっきの質問リュウちゃん当たったよ、リュウちゃんおめでとう、あの質問ツイッターでググレカスですよそれって書かれてるんですけど、うん、ツイッターはわりかしそういうのないですよね。いやそれはないのよ、あの、うん、わりかしあのやんわり教えてくれますよ、そう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 、みんな、うん、あの結構優しい、優しい、ね、うん、優しいこうインターフェース、あのじゃあ2チャンネル系とはちょっと違う、2チャンだとそれは絶対あのググレカスググレカスググレカスになるんだね。2チャンネルって言ったことないんですけどね、うんうん、でもエゴミタスさんが部下見てないですか、ゲロッパさんって。ゲロッパさん、いやもう全然見てますよ。でもね、見てることにコメントをされないのが怖いよね。ゲロッパさんに厳しいコメントを待っています。絶対見てるはずなんだけど、どうぞ、うん、とりあえずゲロッパさんの知り合いの方のーって、うん、のしカタカナでのしって。いやだからね、僕の部下は多分僕が知ってるアカウントとは別のアカウントをもう一つ持ってて、そのそっちではゲロッパ死ねって多分入れてると思うんで、まあ、それはそれで僕はいいと思う。でも IT 系のお仕事でしょ。 IT 系の仕事ですよ。だからツイッターもやっぱりやっとかないかい。いやいや、もちろん多分やってると思いますよ、みんな。そうなんだ、そうやってるけどゲロッパさんには内緒みたいな。いや内緒っていうこともないけど、なんかリアルにね、あの僕たちツイッターこれでこれでああでこうでとか、その職場のディスカッションとまた違うじゃないですか、ツイッターってノリがそもそも違うでしょ。そうですね、うん、ね、だから結構いい相談とかもできたりするんですよ、ね、会社でね、もう悩んじゃった時にすごいブツブツつぶやいたら相談乗ってくれる人がいたりして、まあそうですね、はい、うん、そうそうそう、私いつも悩むのが体調が悪くて会社を休んでる時に暇すぎてつぶやいた、あやってるやってる、つぶで焼いていいのかどうかっていうのが、それはね、いいです、いいです、いいです、なんか上司が見てそうな気がしてどうしようって、うん、大丈夫、この間小人ちゃんとかもつぶやいてます、私熱が上がって死にそう、大丈夫か大丈夫か、うん、あれね、だって意外とみんながあの大丈夫ですかとかって心配してくれるでしょ。そうすると、あの治りました、そうそう、私って一人じゃないって思うね。そうなの。あれはね、あの僕が許します。でも結局それ見てるっていうことは職場で皆さんツイッターやってるっていうことだしね。北村健二さんの職場は、うん、アカウントを教え合わないという素敵な職場らしい。あ、素晴らしい。なるほどね、ツイッターはやってるんだけど、いや、うちも教え合わないよ、基本的には。だからブログサービスのもやってて、みんながブログ持ってるけど、うん、うちのブログはこれですっていうのを教え合わないですよ、強制的には。うん、なんか切り箱さんが今来たって、当たりましたよ、切り箱さん、今来た、当たりました、おめでとうございます、手足と受け、今来た、今来た、うん、今来たっていうのは何が来たっていうこと、
今見に来たってこと。キルバカさん当たったんだよ。当たったんですよ。ペア宿泊券。ペア、あの、あんなことやこんなこといろいろしてください。あなたに当たったんだよ、あなたに。あなたとあなたの大事な人に。あの、水曜日に泊まりに来てください。だから、あの、生出演でね。カレピーも一緒に。あったツイーグルス、エゴミタスさん。ああツイグルありました。あのエクセルのやつなんて言ったかな、あれ名前。エクセルのやつちょっと誰か。エクセルのやつなんか名前知ってる人。エクセルライトのやつね。あのお願いします。あったら教えてください。あきりばこさん新婚旅行になるんです。うん、おきりばこさん来てくださいね。新婚さん。新婚さんなの。おめでとうございます。あらま素敵。いい旅行ですね。新婚旅行はね、あの思い出に残りますから。まあまあいいですよ。ちょっと社長さんに言うとってあげてください。新婚旅行。新婚旅行です。ちょっとサービスしたってください。人力車も読んで。ほんまやほんまや。浴衣も着て。ねえ。浴衣も着てね。いや最高ですね。最高ですね。いやそれはいい人に当たったね。うん。なるほどなるほど。スタジオにも来てください。来てくださいね。はい。なんか話があのどちらかってますけど。そうそうそう。で、まああの難しいこともいろいろありながら、こんな危険やろっていうのもやっぱりあるので、それはタイムラインに入れてくださいね。で、あのちょっと言うと、なんだろうな。クライアントの話をちょっとしたかったんだけど、もう一つの壁はね、あのツイッターを使ってる中で、普通のツイッターのあのインターフェース使ってるままの人もいると思うんだけど、ツイッタークライアントをやっぱりあの使う始めると実はかなり世界が変わってくるというかね。使ったことないです。ないですか？ツイッタークライアント。ツイッタークライアント。あのツイッターってね、あのツイッターの画面。インターネットエクスプローラーで見るんじゃないですか？いやいやいや、もうそれはもうなかなかナイスな質問ですね。あの普通のツイッターのあのインターフェースの画面がありますよね。ツイッター使用、ツイッターどとこか。でそれとは別にあのツイッターをよりあの便利に使うためのいろんなツールがあるんですね。あ、写真を載っけたりするあのツイップルとかそういうやつ？ツイップルもそうですね。ツイップルとかツイップルは NEC かどうかやってるんですかな。で、あの人気で言うとね、まあ半分ぐらいの人はなんかツイッターのクライアントそのまま使ってると。うん、で、まあ PC の世界だけど、その次に使われてるのがフートスイートっていうあの。フートスイート。うん、何やろうそれ。アプリというかこれもブラウザー上で使えるそのまあツイッタークライアントなんですけど、まあ特徴はフートスイートが便利です。あ、本当だ。ツイートデッキもそうですね。皆さんクライアントどういうの使ってるかツイートしてくださいね。ちょっとクライアント何を使っているか一度に見れるんですよね。そう、あのね、ツイッター見る中で気になるのは普通のまずタイムライン、自分がフォローしてる人のタイムラインっていうのがあるでしょ。それともう一つは自分宛のあのメンションズって自分宛のその自分宛のお返事、返事ばっかりが入ってるのがあるのと、それとあと自分に来た DM ダイレクトメッセージ、ダイレクトメッセージ、私しか見れない。そうそう。それともう一つは自分が送ったね。自分が送ったそのポストのっていう4つぐらいは常にまあ見ときたい。いつも見たいです、ね。いつも見たい。はい、でこれがあのいちいち切り替えるめんどくさい。そうですね。ポチッと押さないとね見れないですけど。そうそう。で今画面出るかな。もうちょっとしたら出るのかな。画面出ると思うんですけど、そういうふうにあのマルチラインであの、まあ、今だと 4ラインなんですけどね。うん、そのポストをあの全部見れるというようなクライアントがあって、さらにあの実は面白い見方は。そのツイッターってあのハッシュタグっていうのが、ハッシュタグ、ハッシュタグっていうのが何だったっけ。このピースト TV ではあのシャープから始まって、あのポストの後ろにいろんなものがついてる。ヤッホーとかなんかよくついてるのはシャープのフォロー JP とか、フォローミーとかね、フォロー JP とかっていうのがあったりするんですけど、要はあのこれは何かっていうと、そのキーワードなんですね。その発言のまあタグっていうのは、要はこのワードを入れるとその発言はこのワードに属する発言ですよっていう意味付けがされてるわけで、結局まあそれをもとにグループ分けされて、そこに入りやすい、それで検索してくださいとかっていう、まあこれを共通にしてその発言をポストしましょうとか見ましょうとかっていうことができるんですね。というのがツイッターって基本的にフォローしたりフォローされたりじゃないと発言って見ることができないですね。自分のフォロワーの発言しか見れないでしょ。ところが、あの今日例えば蜜の花火があるわと、うんうん、で蜜の花火に関するなんか発言があったらそれを私全部見たい、うん、見たいですね、いうことがあるとするじゃないですか。ありますよね。そうするとですよ、あの分からんじゃない、誰が誰がその蜜の花火の発言をしてるのか分からないですよね。
だそういう時にツイッター便利なのがそのハッシュタグで、シャープを入れて、で後ろに、まあ、それはあのハッシュタグっていうのはみんなで合意の上に決めるんですけど、例えばそれがあの長岡の花火だったら何だったんだっけ、長岡なんとか、長岡なんとかっていうそのハッシュタグ、要はキーワードが入ってるんですね。でそれを発言に入れることによって、うん、その発言ばっかりを表示することができる機能がある、うん、これがまあそのハッシュタグなんですけど、うん、でこれって実はすごい便利でね、うん、僕はあのハッシュタグ あの恩恵に最初に預かったのはやっぱりあの、オリンピック、東京オリンピックの時だったかな、うん、東京オリンピックって何年前ですか、この間だったやんかどこだったっけカナダ、カナダ、バンクーバー、バンクーバー、バンクーバーの時の、その上村、上村愛子さん、初っ端からちゃん始まったあの競技の時に、そのモーグルの、だからそれがあのやっぱりオリンピック、オリンピックってハッシュタグで、あの見るんやけど、そうするともう上村愛子さんのその今の状況とかね、あの最初のばかりがもうダーッと出てくるわけですよ。いいですね。で。ニュースより早かったりしますからね。そう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 。ですよね。そうなんですよね。そういうそのハッシュタグっていうのを使って、自分がフォローしてない人の発言も全部見れる。これがそのツイッターで楽しむというかね。そうです、ね。ツイッターをそのメディアとして見るときの結構面白いね。面白いですね。その使い方で、うんうん、出てる。出しましょうか。うん、で出してください。青野選手の活躍とかもね、これ 今ちょっと出てるから、これ3列になって今出てるんですけど、うん、一番左側が、ホームフィード、これがタイムラインですね、俗に言う、うん、あのフォローしている人のラインが全部が出てくる、全部が出てくる、で真ん中がメンションズっていう、これは自分宛て、ね、自分のアカウントが宛てに入ったメールですね、うん、メールじゃない、あの発言ですね。でその横が、これはリストを作ってるんですね、はい、リストってご存知かな、リストもある。リスト作り方よくわかんないんですよね。リストはね、ツイッターのこの間ちょっとちらっと説明したんですけど、自分のリストっていうのを作ることができるんですね。うん、これ何かっていうと、リストってちょっとツイッターの画面開ける。例えば仕事仲間とか、そう趣味の仲間とかで。こう名前をつけて分類しとくみたいな。ミカポッキーさんだとすると、はいはい、おデブさんとか、うるさい。あの、ツイッターのほらオフ会やってるじゃないですか。そうするとオフ会にあの参加する人のメンバーだけのリストをまず作りますと。はい、でリストを作るっていうのはツイッターの画面からあの要は自分がフォローしている人の、うん、あのを選んでいけば自分のリストっていうのがリストに入れていけばいくつか作ることができるんですね。はい、でそのリストを作成する。そう、ここね。でそうするとその、フォロワーの中からさらに絞り込んだリストを作ることができるんですね。いいですね。うん、で、オフ会の案内を送るときはそのリストを見ると案内を送った人がどんなことをやってるとかなんですか。なんかカズテルさんのツイートで、ハッシュタグ PSTTV スペース忘れずにって書いてあるんですけど、ああそうですね、スペースがいるんだ、前にスペースが必ず本文との間にないと拾われないときがありますね。まああのユーストの場合は、ツイッタークライアントで入ってもらってハッシュタグつけずに入れてもらっても自動的にハッシュタグがつきますから、ユーストでやってる場合にはね。なら今その、ユースト見ていただいてる右側から入っていただいてる方はみんな、タイムラインから入れる場合には別にハッシュタグ入れなくても自動的にそのシャープ PSTTV っていうのが入りますので、このそれを3本出るのは何ていうやつでしたっけ？これはね、まあこれは何ていうの？リストというか、フートスイートね、フーですか？フートスイート、はい、からググれば出てくるんですか？そう、うん、っていうところで、まあこういうのを使うといい、ね、うん、そのまあダーッとたくさんある世の中のあまたあるそのポストの中からいろんな自分の知りたい情報を、うん、あのセレクトして出してくることができるというようなまあ使い方ができるということですわ。ね、これはやっぱりパソコンがメインです。これはまあパソコンで使うのがメインの場合ね。逆に iPhone とか、うん、その携帯とかで使うその、ね、見にくいかもしれないですね。いやそれはでも切り替えながらやればね、あの最近のエコーフォンだったりとかっていうのは割と使えたりしますから、うん、これはあの便利に使える機能なんでぜひ使ってもらいたい。使い方要はそこでもう一段その100人の上、うん、100人ぐらい増えないとマルチラインであのタイムラインが見えてもしょうがない。面白くないですね。100人ちょぼ増えた後の見方としてはこれがもっと面白いんだろうね。ただまあ、あの人の発言見る分にはフォロワーいなくても全然見れますからね。すごく見ると面白い。でちょっとあのあんまり長くだらだら話してもあるのでここで実はちょっと一旦あのまた休憩&、はい、ちょっとまたゲスト
ゲストというかゲストが来ちゃう。実はピースト TV 結構あの注目されていまして、すごいですね。取材を受ける、メディアの取材を受けることになりましたよ。わあすごい。なので今日取材に来ていただいた、生取材を生放送しながら生取材をするということで、休憩の後、うん、あ、じゃあ休憩の後、休憩の後取材があります。はい、でちょっと休憩ね、うん、はい、一旦、休憩、はい、後ほど、はい、あ、休憩入る、はい、はい、はい、紹介して、はい、会談したりとか、はい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 、
はい、はい、じゃあ、始まります。はい、お願いします。はい、お願いします、はい。はい、ということで、いきなりもうスリーショットになって、はい、先ほどちょっとメディアの取材を受けるということになりましたけども、今日はですね、海南タイムズさん、はい、の方からですね、取材に来ていただけるということで、なんとピースと TV が取材を始めてくれることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、海南タイムズの今日は、記者。はい、編集記者をさせていただいております川原と申します。よろしくお願いします。美人編集記者、無理して言わなくていいですよ。いやいやいや、はい、で、はい、ちょっと知らない方もいらっしゃるかと思うので、まあ、ビジネス系のね、そうですね、はい、まあ、こういった感じの今表紙になってるんですが、はい、10日ごと月に3回、5日15日25日に発行させていただいてる県内の、経済情報誌っていうところで今ちょっと頑張らせていただいてます。はいはい、はい、お願いします。はい、はい、うん、これははい、どんな人に読んでもらいたいですか。皆さん、ね、愛媛県民全員やね。もう本当にそうですね。まあ、今メインで呼んでいただいている方は、経営者の方がやはり多いですね。はい、企業のね、はいはい、あとは営業のはい、お仕事をされてる方が多いですね。社内で観覧、まあ、回覧してるっていう方、読んでます。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、読ませていただいてます。広く一般の方もサイトも拝見してます。ありがとうございます。もう非常にありがたいです。有料契約もさせていただいてます。ありがとうございます。もう、はい、はい、なので、まあ、一般の方でもこちらご購読いただけますので、はい、またよろしかったらお願いします。はい、はい、いくらですかこれ。ですね、これ一冊が450円なんですけど、1回っていうこと？でも購読ですね。定期購読ですね。購読は1万5000円ぐらいだったかな。月？え、年間？年間です。年間ね。わずか1万5000円で、ね、はい、日本経済新聞に比べたら安いですよ。全然ね。はい。そこはちょっとあんまり言わないでほしかった感じなんですけど。言ったらダメなんだって。はい、皆さん望めば購読できますので、はい、ということで、はい、お願いします。はい、お願いします。はい。ということで今日は私が取材を受けるということなんですか。はい、はい、じゃあもう早速取材、早速ちょっといろいろ項目聞きたいこと、皆さんも取材どんなの受けるかちょっとこれめったに見られないですからね。取材受けてみます。じゃあちょっとガツガツ聞いていきたいんですけど、はいはい、まずこれピーストリート TV、はい、まあ、愛媛では初めてユーストリームのっていうところで、はいはい、何かこう始めるきっかけとかってあったんですかね。きっかけはねもちろんあるんですよ、はい、で、まあ、番組の中でちょっと話しましたけど、はい、ツイッターの、まあ、いろんな、うん、仲間というかね、はい、まあ、いろんな活動をしていた仲間が集まってということになるんですけど、はい、まあ、私自身が、まあ、ツイッター2007年から始めて、うん、まあ、ツイッターいろいろ面白いなっていうので、その、まあ、ソーシャルメディアっていうメディアですよね、はい、ツイッターって、でこれで何か面白いことできないかなっていうのでいろいろ模索してたんですけど、はい、5月ぐらいかな、はい、まあ、初めて、まあ、松山でも結構人が増えてきて、で、はい、まあ、オフ会のようなものをちょくちょくやるようになったんですね、はい、で1回目はまあその、このウィットプランさんとか、あとよくここの番組に来ていただいたいっちゃんさんとかですね、はい、一緒に、まあ、飲み会みたいなのをやって、はい、でその時にちょっと放送というかね、それはユーストって、iPhone とかからでも簡単にライブ放送ができるんですよ。はいはいはい、で、そので居酒屋で、まあ、酒飲みながら、ちょっとその親父3人の語らいをこうユーストで放送したりすると、はい、何人かこう見ていただいたりとかね、はい、でその日たまたま久米の方でもフェデリコさんっていうレストランがあって、そこでもオフ会してて、はい、でたまたまそっちに流れていって、そこでもまた放送すると、やっぱり何人の方かに見ていただいて、はい、リアルタイムでね、今オフ会してますっていう、まあ、もちろんツイッターのオフ会なんで、はい、ツイッター見てる人がそのツイッターのタイムラインから要は、ああすごいここでオフ会してるんだ、わあ放送やってるとかっていうような、やっぱりいろいろリアルなコミュニケーションができるので、これは結構面白いよねっていうことで、1回はそれで終わったんですけど、はい、でもう一回今度私が iPad をね、はい、4月ぐらいかなにちょっと人より先駆けて購入することができたんで、はい、それもまたオフ会やったんですよ、はい、でその時にまたそれをもう模様を放送したりすると、はい、まあ、その iPad の画面見せながら、はい、ユーストで放送してたら、こんなことやってくれとかね、リアルに、まあ、そんなソフトダウンロードしてやってくれみたいな、うん、こうリアルタイムに放送しながらコミュニケーションやるっていうのが、うん、まあ、簡単にそう本当にね僕らでもできるっていう、しかも生中継でできるっていうのがすごくまあ面白くてね、うん、こんな今までなかったんじゃないかなというので、まあ、非常に興味を持ったんですよ、うん、で、うん、
で、まあ、そんなことをやりながら、うん、であのメンバーとねいろいろ集まって、うん、でもツイッターやったりとかユーストやったりっていうのを僕らも一生懸命やりたいんだけど、はい、なんか誰に聞いたらできるんだろうなっていうのを考えてたんですけど、はい、それ聞く人がいないのよね誰にも、うん、誰に聞いたら分かるかって、まあ、ツイッターで誰に聞いたらいいんですかって聞いてもあんまりこう分かる人がいない、要はそんな分かる人がいないし、うん、あのもう始めてる人もいなかったので、はい、じゃあ思い切ってじゃあ僕らももうあの勢いで始めたから、はい、じゃあ僕らに聞いてくれっていうような立場でやってみたら面白いんじゃないのっていうのであの始めたのがそもそもなんですね。で6月ぐらいに1回あのそのフェデリコさんっていうレストランでこのウィットスプランさんとあとレムさんと私とシロさんと4人で打ち合わせして、でじゃあやるとかってその翌週ぐらいにリハしてその次の週にはもう第1回目の放送が始まったと、うん、いうことですね。じゃあオフ会に、まあ、参加したことがきっかけで、うん、こういうユーストリームとかを使うことでリアルにコミュニケーションが取れるっていうことの、うん、まあ、ネットを通じてですけど、うん、楽しさに気づいて、うん、っていうのが、まあ、きっかけだったということですか。そうですね、あのメディアとしてはね、うん、あのすごくあの新しいじゃないですか。新しいというかね、はい、あのどのぐらいそのこうインフラみたいな形メールみたいなものになっていくかどうかっていうのはまだわからないけど、そういうふうになるなっていう可能性は十分にあると思っているので、うん、まあ、最初にそれは人よりも早く始めたり最初にリーダーとしてやるっていうのは楽しいので、はい、あの楽しんでやってます、はいはい、今タイムラインで、うん、カズテルさんが記者の人がアカウント持っている、うん、いますかっていうのを聞いてほしいってことで食いついてる、ね、で聞いてるんですけど、アカウント持ってらっしゃいます、ね、まあ、持ってますけどできればあのフォローしてるので、私ピリスト TV さん、個人的に、いや、うちの流してもいいですか？あの探してください、できれば探してください見つけたら僕に報告してくださいね、じゃあ、ね、僕は聞いておきますけど、あ、顔写真ですね、今は、はい、まあ、なんですぐ分かると思うんですけど、うん、なら皆さん今から探しましょう探しましょう、あんまり見つけたらピースト TV ツイート、あのツイート、ね、フォロワー1000人ぐらい多いよね、はい、その1000人からあの見つけた方には何かあるかもぐらいな、ね、感じで何 PR かと思ったらガチ取材なおガチですガチです、すみません、ガチです、はい、じゃ あ続いてなんですけど、うん、まあ、あの今日5回目の放送っていうことなんですけど、はい、この5回の中でなんかあこういうことがあったなとか、うん、まあ、現状ですよね、簡単に、うん、このピースト TV っていうのは、うん、今こういう位置づけになってるとか、うん、そういうなんか、まあ、簡単にざっくりで構わないので、うん、なんかそういう、教えていただけたら、ね、さっきちょっとツイッターの話してますけど、はい、実はまだそのメディアというパワーでいうとね、うん、あのまあ、松山で愛媛でどのぐらいの人がやってるかっていうのは実はあんまりわからないんですけど、まちついっていうサイトを見ると、まあ、4000人とか5000人ぐらいの人がツイッターやってるんじゃないかと、これ愛媛でね、はいはい、で松山だと千数百人ぐらいの人がやってるんじゃないかというぐらいの数字はわかるんだけど、うん、それらの人が、まあ、どのぐらいの人が見てくれてるかっていうのは毎回番組の放送で視聴者数っていうのが出るので、リアルタイムに何人が見てくれてるっていうのは実はわかるんですね、うんうん、でまあ今、まあ、50人とか60人とかかな、同時視聴者数 でその後録画してるので、それが100人200人300人ぐらいが見ていただいてるっていうのが今の段階なんですけど、これがね、まあ、多いかどうかは別にしてなんですけど、やっぱり見ていただいてるっていうことのその100人、まあ、50人とか300人とかっていうのが、まあ、どういうそのなんだろうな、力を生むのかっていうことについては実はすごくあの楽しいですね。反響はやっぱりあるし、うん、あのこうやって取材やっぱり来ていただけるっていうのも、はい、まあ、5回目でやってるっていうのはすごいなと思うし、うん、あの実際見ていただいて、あのスタジオ見学していただいて、この間あのロングランドホテルさんなんかはぜひちょっと PR させてもらいたいっていうようなことも出てきましたので、うん、あのまあ、期待されてるその、うん、まあ、いろんなメディアとして期待されてるっていうのは少し反響としてもあるし感じてきましたね、うん、はい、じゃあもう5回目にして結構思った以上に反響が返ってきてるっていう感じですか？あんまり想定がだからどのぐらいあるのかっていうのは想像がつかなかったんですけどね、うんうんうん、思ったよりは、はい、あのすごくあの反響はあるなというのが正直なところですね、はい、なるほどですね、はい、分かりました。なんか真面目に答えてますよ。すいません、私が真面目に聞いてるから。後ろで携帯いじってる人が気になるって書いてあるよね。うん、はい、はい。今一生懸命記者のアカウント探しよう。みんな探してます。みんなね、探します、探すかとかって。これって記事になるの？なるよねって書いてある、うん。記事になるらしいですよ。海南タイムズさん呼んでくださいね。はい、はい、ぜひ。
で次にですね、ちょっと私個人的にも気になってるんですけど、うん、今ユーストリーム自体がかなり注目されてると思うんですけど、うんうん、このピースト TV さんは何かそういう他の何かに対抗して始めたとか、うん、そういうのがあります？あ、ないない、だ全く何かに対抗してとかそのベンチマークが何かとか全くない、ね、っていうのが、うん、その競争するも何も誰か買ってるわけでもないから、うん、そこで言うとね、実はどこまで行ったらOK かなっていうのは実はあんまりなくて、うん、やってみてどうなのかなっていうのを本当に探ってると、うん、だ相対的に誰かに勝つとか負けるとかっていうのは全くないですね、うん、なるほど、うん、じゃあ逆にこう、まあ、今何かっていう何かに対抗し始めたわけじゃないっていうことなんですけど、うん、逆に何か目指すところっていうのはありますか？まあ、目指すところっていうのはやはりなんだろうな、メディアということではなくて、まあ、やろうとしているのは実はさっきツイッターのことを広めたいっていうのをやったんですけど、はい、ツイッターやっててね、僕らもこう個人で部分的にいろんな人が集まったりしてやってるんですけど、やっぱり中心に何か一つ大きなものがあったりとか、みんなで楽しめるようなものがあったりする方がもっと楽しいと思うんです。やっててね、はい、楽しいし、で、すごく自分をいろいろ発信力がある人ばっかりが集まってるので、せっかくそういう人が集まってるんだから一つにまとめるとまた面白いものができるんじゃないかなということで、はい、まあ、こう実験なんですけどね、はい、こういうものが、まあ、どういうふうにこうなんだろうな、メディアとしてというか、その、まあ、パワーを持っていくようなものになるのかなっていうことについては、まあ、100人ぐらいの方が見ていただけるのはどのぐらいの段階なのかなとか、あと同時にその300人ぐらいの人が見ていただけるようになるんだろうかとかっていうところについては一応目標としてはありますね。はい、まあ、当面同時視聴数100人を見ていただきたいなという目標ですけども。はいはいはい、はい、なるほどなるほど。でちょっと海外からも来てるっていうことなんですけど、うん、まあ、うん、私も今こうメディアの一人として今取材をさせていただいてるわけですけど、うん、まあ、ぶっちゃけ、うん、こう営業とか、うん、こう広告とか、うん、スポンサーとかっていう話が気になる部分ではあるんですけど、うん、その辺ってどんな感じですか？今のその放送については試験放送なんで、そのスポンサーというかね、番組に関スポンサーつけたりとかっていうことについてはやるつもりはないですね。で営業ということについても何も今のところ考えてません。だから実際にそのマネタイズというかね、お金をいただいてやるようになるっていうことについては次のもうこれが一旦のそのなんかね成果を生んだ後に皆さんにいろいろじゃあお金になりますよっていうのはものになるんであればね、お知らせしていきたいなと思うんですがね、まあただすごく難しいのは100人ぐらいの方が同時に見ていただけるっていうのがすごく僕らにとっては大きな影響力だと思うんだけど、その例えばその100人という数字がどうかっていうのはね、受け取る人によってやっぱ違うので、まあそのなんだろうな、営業してどうのこうのっていうんではなくて、興味を持ってくれる方と一緒に面白いことをやるっていうことの方が価値が高いんじゃないかなと思ってますね。なるほどですね、分かりました。ちなみにちょっと遅くなったんですけど、はい、ピーストリート TV って名前の由来なん？ピースストリート TV、 まあこの平和通りなんで、あ、そうなんです、平和通りテレビです。これみんなで考えたんですよね、何にするとして、はい、そうやったんや、割と5分ぐらいで決まったから、ね、いやなんかすごい深い意味があるんかなと、うん、すごい一人思ってたんですけど、スタジオがここでやるっていうのはさっき決まったんで、うん、だからスタジオどこ、ああそうか、平和通りか、ではピースト TV でいいんじゃない、うん、あ、そうだったんですね、めっちゃ目から鱗でした、個人的に。どうですか名前としては？いや私いつもピースト TV ってこう、まあ、ピースト TV なんですけど、ね、正確にはピースストリート TV でピースト TV、まあ、すごいキャッチーやなと個人的には思ってるんですけど、すごいなんか言いやすいというか、褒められちゃった。で、あとですね、はい、もうこれもなちょっと順番逆なんですけど、うん、ユーストリームっていうもの自体をあんまりよく知らない方とかも多いと思うんですけど、うん、はいはい、もう簡単にどんなものかって言ったら、そうですね、ユーストリームはもう見ての通り誰でも簡単に、ここは結構簡単じゃない感じでやってますけど本来はここにほらついてるね、はい、パソコンについてるカメラ、CCD カメラでも自分個人が
あの生放送というか生中継できる、うん、そのまあ、あの生中継インターネットの生放送、サービスなんですよね、うん、でこれはたくさんあまたあったんだけど、ツイッターのそのとかソーシャルメディアと組み合わせて、うん、実際放送を見ながらソーシャルメディアでいろいろ参加できるっていうようなところが、うん、あの人気になって、まあ、あの実はバッと立ち上がってきたメディアなんですね、まあ、日本だとあのニコ動画みたいな近いものというとありますけど、まあ、うん、そういう感じなんです、うん、カメラのスイッチ面白いのは、うん、あの まず誰でも簡単にできるっていうこと、うん、あと中継だから、はい、編集しなくてもいいじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。あの YouTube は見るのは見るけどあんまりアップしないでしょ。確かに。あの編集したりするのめんどくさいよ。これは1回撮ったらもうとっきりでもそのままアップできるし、そのまま放送できるので、実はやる方も楽なんですよね。ああ、じゃあ結構もう手軽っていうか、うん、手軽で、それとやっぱり面白いのはそのままリアルタイムに反応が返ってきながらやるっていう、このタイムライン見ながらねっていうのが一番いいのかもしれない。メガネ気合入ってるわけでもないんですけど、メガネね、老眼なんですよ、画面が見えない。最近うさぎさんが、うん、あの先ほどの平和通りなるほどっていうので、うん、でも平和な世界を見ぬ、平和な世界をみたいな意味かと思ってたらしいです。あ、そういう意味です。そういう意味です。はい、騙されたような気持ちになった、もっと深い意味がこもってると思ってたんです。あ、それはね、また言う、そのうち。実は私も同感なんですけどね。あ、そんな簡単に決まってたんだっていうのもあるし、いや、でも平和通りっていう名前自体がほら平和な感じ、うん、意味があるでしょ、はい、だからその通りに意味があるので、うん、よりだから僕ら自体が意味付けする必要はないんじゃないかなとは思うんですけど、うん、平和っていう言葉自体に意味がある。なるほどなるほど。じゃあ大体聞きたいことは聞いたんですけど、うんうん、なんか言っときたいこととかありますか。あと見ていただける方は多分企業の経営者の方とかですよね、はいはい、あのまあ、新しいメディアとして実験的にやってますので、はい、あのそういうことに興味があるということであれば、はい、いろいろとですね、まあその例えば製品を PR したいとかね、はい、ツイッターでそのビジネスをいろいろ真剣に考えてらっしゃるとかっていうようなところについては、まあ僕らが今までやってきたことがお役に立てるようなことがあるんであれば、ぜひあのいろいろまあご協力したりできたりしていただいたりっていうようなことはやりたいと思うので、まあ僕ら自身がそのツイッターってどうやるのとか、ユーストってどうやったら役に立てるのとかっていうことについてどんどんこう僕らに聞いてくださいっていう立場でやってるので、あのそういうふうなことをぜひあのいとこへおかけいただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ企業、孫さんみたいにうちもあの会社の、なんか決算報告をしたいとユーストリームでね、っていうところがぜひ出てくると僕らがそれに協力できるととてもなんかありがたいなとか楽しいなと思うので、そういうあの先進的なことを考えていらっしゃる方がいらっしゃったらぜひあのお声掛けください。もう全然協力しますよね。出張もします。出張もします。おお、すごい、うん、回線回線用意していただいて、うん、回線と電源が、うん、わかりました、はい、じゃあこれをちょっと今日家に帰って、あのいい記事にしてね。写真も撮るぞ。写真はちょっと先ほど実はこっそり撮らせていただいてた。あ、そうですか、はい、で大丈夫です。はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。多分皆さんまだ探してらっしゃると思うので、もう一生懸命探してる。大人気で、もういや、はい、本当に見つけられたらどうしようかなと、ちょっと考えとかないかな。ピスト TV で株主総会 HD ワーク、はい、株主総会の生放送とかやったらいいと思うけどね。うん、だから情報公開っていうのがこんなのがやると簡単にできるのでね、面白いと思いますよ。そうですね、うん、愛媛でも企業がツイッター活用し始めましたねということですね。居酒屋さんとか結構ありますよね。そうそうそう、うん、あるのでね、あのすごく成功してるところもあるしね。アカウント見つかなじゃあ、まあ本人にて、まあ、まあ頑張って探してもらって、はいはいね、はい、どうも、じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございました。ツイッターコーナー終わった、途中で終わってたんです、うん、先ほどなんか質問が来てたんですよね。質問来てた、うん、ムラッポンさんから、ピースストリート TV の皆さんはいつ頃からツイッターを知ってまた始められたんですかっていう。あ、僕はさっき言った通り2007年5月からですね。私は今年の2月です。はい、
まあ、実際使い始めたのは去年ぐらいからですよね。でもね、一生懸命、ね、一生懸命ツイートし始めたのは、うん、ね、僕番組始めてからですよ。最近ですね。最近、最近ですね。ウィットさんはいつ頃から、3月ぐらい。あ、ひどい、画面から消えるしとか、ね、もうファンができたよ、どうする、見つかりませんって、うん、え、もうツイートしてください、そこで。もうちゃんとフォローしてくださいってね、はい、ヒント出すのに、ヒントですか。もうアカウント探すでもうタイムラインが埋め尽くされてるよ。ボロボロしたよね、すごいタイムライン埋め尽くそうそうそう、ヒント言ってもいい、1000人の中から探すのは大変、大変だから、うん、ウィットプランのフォロワーから探すと100人ぐらいで、ああ、ウィットプランのフォロワーの中にいるんですね。あ、私フォローしてますもん、うん、ですね、だそうです。僕のことにしてください。はい、レムさん、僕のことにフォローしてください。はい、はい、フォローしてなかったですかっけ、私。うん、あ、リュウちゃん、あのプレゼントの応募来ましたね、はい、はい、ありがとうございました、来ました、送りますよ、はい、はい、ということで、なんか時間も途中、ね、またツイッターの講座も途中だったね、はい、まあ途中でもまあまあ大体できたかな、なんか途中、はい、もうちょっともうちょっともうでも、ね、もう10時やんか、はい、ね、うん、またまた機会があれば、今日はまあ中級的なことをやったんで、またそれなりのあのことをやりましょうか、はい、ね、はい、別チャンネルでやってもいいかも、ね、でこれ講習会とかもリアルな講習会とかもやりたいなと思ってるんですよね、うん、でやっぱり20分か30分ぐらいしか取れないんで、がっつりやっぱりやると2時間ぐらいかかるかな、1時間半とかね、ですね、うん、で結構、まあお友達も誘ってなんかちょっと、ツイッターの話聞きに行きたいわとかっていう方もいらっしゃるというか、僕らもいろいろ話聞いてるので、そのリアルなあの、まあ、講習会というかね、あのツイッター勉強会みたいなのをちょっと企画しようと思ってます、近々、はい、近々でこれはアナウンスしようと思ってますので、これもまたご期待ください。リューレボリューションさん、よし、10分の1になった。何が10分の1だったの。あの海南タイムズさんの、まあ、探してる、もうね、俺にはもうあの、全然、あの話が全然違う、ね、興味なしだな、もう興味あっち行っちゃった。人気さらっていった ね、 で、はい、で途中で先ほどキリバコさんが登場したんですけれども、うん、あの、うん、当たってますので DM、 あ、キリバコさん DM くださいね、住所 DM ください、はいはい、お待ちしてます、お待ちしてます、はい、ということで、じゃあもうエンディングに今日も入っていく感じですかね。そうですね、はいはい、早いですね、あっという間に終わります。早いね、はい、で、もうロケも出たいし、ピスト TV ナイトはいつやるの、ね、いつやるの。ピスト TV ナイト、あ、レムさん、僕ね、ちょっと何、なんか上海行ってきて、上海中国、海外旅行、で中国語喋れるんですか。中国喋れないですけど、あ、喋れない、上海お土産をね、あ、お土産、あ、お土産、お土産、これが待ってました、うちごさんのような格好をして持ってきてくれました、ね、なんで格好なんですか、今日今日結婚式の撮影があったね、はい、はいはい、ツイッター勉強会、飲みながらを希望って感じ、ね、ああ、いいね、飲みながらの勉強会、いいね、回避制にしてね、これはね、はい、シロタン、シロタン、あ、シロタン、なんか可愛いのもらったよ、なんか可愛いのもらいました、おお、もらってきた、スカーフ、いいね、なんかね、可愛いなんかバーフル、これは誰、ウィットプランさん、ありがとうございます。何だよこれ、これの英語ね、あ、じゃあそれはね、これはちょっとメインじゃなくて、で、何これ、え、いや、パチモン、パチモンでしょ、これアンパンマンのパチモン、パチモンやと、あのクマのあれがあるやんか、あれのミックスしたような感じで、いかにも中国製のパチモンでね、あ、バルトさん、ありがとうございます、なんか結構な、あ、本当だ、エゴミタスさん、飲みながらの勉強会、いいですね、どうやったっけ、うん、水系さん、何よ、ぜひロケ、何よ、行きますよ、あんまり意味はないんですけど、うん、で、あの美人記者さんもこれ、うん、ありがとうございます、何よに、ぜひロケに、水系さんで、うん、水源さん、はい、水源さん、ぜひじゃあご覧ください。でこれは、これ私、あ、私いただける、ありがとうございます。これ何でしょう、これ。これトランプなんですけど、ね。あ、財布とトランプ、うん。これを買うためにみんなのお土産はトランプだったんですけど。ああ、ああ、エロいトランプ。略してエロトラ、うん、しかもね、あ、エロい、中国のっていうところがなんかこういいじゃないですか、そうそうそう、まあ、うん、日本でいうところの春画のような感じですな、うん、あ、それと僕、うん、先週もね、うん、
小豆島のお土産を。小豆島なんか。あとはいろいろ言ってますな。小豆島って。九州のお土産を買おうと思って。宇和島らしいですよ。水県さん宇和島なんですか。うん。あそあそあそパソマソ。あそパソマソみたいな。これこれこれ。これ。これまた少量サイダー、また変なもん買ってくる。これもう飲むのはもうノーコメントにしとこうよ。醤油サイダー。醤油サイダー。映るかな。醤油サイダー。醤油サイダーね。ちゃっちゃかだっちゃちゃん、醤油サイダー。なんか違う。これ罰ゲームで飲む。いや、ゲロップさんがやっぱ MC やけど飲んで感想じゃない。え、俺飲むの？当たり前じゃないですか。みんなでコップがやってきました。コップ、あ、コップがやってきた。じゃあみんなで、みんなで飲もう、みんなで。なんか栄養ドリンクっぽい感じですね。あ、いや。え、大丈夫？サイダーちょっとサイダーっぽい。サイダーにはするよ。美味しそう、美味しそう。なんか、ないようにロケに来てくださいの結構は聞きます。え、ないように来てくださいの。ないようの人多いんで。呼んでください、呼んで。はいはいはい。ぜひないように。で来てますよね、結構。何よの方多いんですか。あの、見つけた人がいる。あ、見つけた人がいる。美人記者さんのアカウント。Z1 グランプ。Z1 グランプ。あの、雑巾がけの、ああ、あるある。廊下は。あれ、あるね。あの長いの。あれすごいよね。あれやりたいです。あれやりたいです。あるはずですよ。いかいように言われそう。俺、いかいわけやめとこわ。とりあえず、じゃあ、醤油サイダー。はい、いただきます。あ、天野さん、ついてもらった、ちゃんと。はい。まずいもん。でもこれね、あのサイダー。うん、でもいけ。でも醤油やな。醤油。うん、でも私でも私醤油好きなんでいけますよ。でもジンギスカンほどじゃなかったですね。あのね、なぜ混ぜる。いやいかんよ。あのサイダーは違うよ。これ、これみかんポッキーさんどうですか。小豆島のね。あ、小豆島お醤油あれですよね。うん、そうそう有名な。だからサイダーと混ぜるだと。で、だから醤油アイスクリームもあったよ。塩としも。混ぜるな危険。うどんアイスクリームもあったしね。うん、香川で。微妙ですね。微妙でした。でもコーラの色でしょ。まあ色はコーラやから。コーラと思って飲んだら大丈夫です。え、そうか。何回タイムそう。混ぜるな、まあ、だからね、これ買う人がおるけん悪いよ。こうやってね。でも最近トマトソーダ。トマトサイダーとか、なんかいろいろなサイダーあるじゃないですか。カレーの、カレーね、あの、何でしたっけ。もう食品をね、もうおろそかにしすぎよ。まあね、醤油は醤油で使いましょう。サイダーはサイダーでね。北村、あ、全部飲んだ。北村健二さんが微妙そうだな。微妙、だからね、もう微妙そうだな。コメントできません、これは。これかけて、混ぜるな危険です。混ぜるな危険。今度そのサイダーでしょ、うん、そのままやけ、それ一緒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 、わざわざ買うほどのことないです。それであの試せますんで、ちょっと薄めにした方がいい。どのぐらいだろうな。というか上海どうだったんですか。だから上海どうだったの。何刺激、もう刺激、上海万博行ったんですか。行きました行きました。すっごい行列並びます。すごい行列、いまだに。もうで気温は38度、38度、湿度はもうすごい、すごい湿度高いんですよ。この間の東北水産だけど、もう60度以上で、人は大通り全部自転車みたいな。それ昔の話だよ。全然昔の話だよ。全然もう都会でしょ。そら、大都会ですよ。大都会、アウディだな、なんだろう、そら。で、もう、そら、もう松山なんか買う日にならんぐらいお金持ちもいっぱいあるし。こう、フィリピンとかマニラとか、こう、セブとかよく行くんですけど、すごい排ガスがやっぱすごいんですけどね、上海は。全然排ガスがない。ない。綺麗、もう綺麗綺麗。どうしてどうして？いや多分車がいいんじゃないですかね。綺麗な車が多かったし。ああ、車が多いんだ。うん。レムさんのドキュメンタリー映像を希望って撮ってきたんですか？英語見た。上海言ってます。上海はカメラね、ちっちゃい、いや回してますけど、ちっちゃいカメラで。ちっちゃいカメラでね。え、逆に上海のネット事情はどうなんですか？インターネットは見える？ああ、で、Google は全然繋がらない。僕はうん、あのセキュリティ、いや大体ツイッターできるだろ。あ、ツイッターできないですか？中国。中国。できないできない。あ、そうなんですか。でもあの裏技はあります。あ、裏技。あのリモートでどっか入ってね、クライアントで。そうそうそう。iPhone 持ってる人いました。携帯サイトを返してとか。ああ、はいはいはい。なるほどなるほど。おお、あ、APAI、面白かったですよ。あ、そう。うん。何日行ってたんですか。わあ、4日間。
4日間、はい、もうだって松山から1時間45分あの行きしながら向こうに飛行機乗ったっていう話ね。そう出発ね、うん、出発前に、ね、これから行ってきますって言ったらその直後にそうあのまだ飛行機上海におるから飛び立ってませんみたいなえーってなんてやねん。いやあれ時間見たらな、上海から松山は3時間ぐらいで、松山から上海は1時間ぐらいで行くので、まあ、時差の差があるから、うん、で実際のフライトは1時間弱ぐらい、時間40分ぐらい、時間40分ぐらい、で近いよね、東京行くぐらいで行けるってこと、行けますけど、うん、そうそうそう、全然近いし気軽やしパワフルな街で絶対おすすめですね。この間あの茨城空港があれ上海便ができとったんですけどね、できるらしいんですけど、往復4,000円、安いな、え4,000円、ほんまですかそれ。そうあの上海のなんか立ちというか150席限定とかでね、まあ、先行販売みたいなのに、うん、っていうのがあの1回発表になってて、でこの間もう1回発表あって、やっぱり4000円は無理なんで8000円と でも8000円よ往復、安いですね、安い、え松山から何高松も行けんよ、うん、そうよ安いむっちゃくちゃ安い、だから向こうのそのなんとか中華なんとか航空っていうので、へ上海空だから茨城空港はでも国内線の乗り入れがないよ、だから電車かなんかで行かないかんだけど、で東京から2時間ぐらいかかるから2時間かけて行って、それどっちやねん、その2時間で多分あの飛行機代ぐらいかかると思う。茨城から東京までが一緒ぐらい。そうでも8000円ってすごいよね、破格よね。だから安いじゃないですか。でも、でもあれあのリニアモーターカーが良かった。あ、リニアモーターカーだ。めっちゃアカウント見つかりました。僕らアカウント見つかりました。もういっぱい見つかっちゃったよ。見つかっちゃったよ。え、エゴミタスさんが自分が上海行った時は空が黄色かったけどな、万博で綺麗になったのかなって。万博やるから、ね、空は汚い。空も全然ね、ミサイルとかバンバン打ち上げて、あの変な雲を予想やったんじゃない。だってあの雨雲をね、あのミサイルで撃つ国だから、そらやりますよ。雨雲をミサイルで撃つ。そう。ほんで雨を降らせる。雨を強制的にその北京でオリンピックやった時は、雨が来る前に清る手前でも落とすんよ。雲をでここで雨降らして、こっち来いよ。そんなことできるんですか。うん、やるらしい、ね。まあそういうことを真面目に考えそうです、ね。皆さん熱心すぎて面白いって、そんなに熱心に喋ってるから。アカウント探すのに熱心で。あ、でアカウント探すのに熱心な。俺らの話なんか一つも聞いてない。もう話すやめよ、もう。ちょっと抜いとこうか。抜いとこうか。とりあえずね。400キロオーバー。リニアって何キロ？400キロオーバーって書いてある。431。すげえ、431。すごいですよ。何ミミタイとかない？何 G とかない？ G とかかかる？ G はかからんよ。かからないんですか？400キロでは。うん、そんなあのだいたいトンネル入ってガーンと。だから電車でスーッと上がっていくから。音ないんだよ。G はない。もうでも結構張り付く感じは。あったあった。400だったか。新幹線より速いってことですよね。もちろん全然速い。400キロだと航空機の離陸スピードよりももちろん、ね、高速道路の車が止まって見えるらしいね、リニアモーターが。リニアモーターが良かったですよ。なんかニュースありがとうございます、ね、聞いてますって、いや聞いてくれてるんだ。あの大連行った時に、うん、あのそっちもリニアの工事してるんで、多分上海から大連の方までもリニア、うん、リニアって日本の技術？リニアとあれね、北市がどうとかこう、あそう、ね、日本の技術じゃないの。でもすごいなんか良かった、なんかこうパワーを感じたんで一生懸命仕事しようと思って。そうだね、ガッツガッツ、もうガッツガツなんでしょ。ピースストリート TV もね頑張ってね、頑張りましょう、ガツガツ、僕らも中国の方みたいなパワーでね、ガツ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 、こんな感じでそれゴツゴツじゃないですか。レストランとか行っても大声でね、わかったそう、なんかのコマーシャル見すぎですよ。絶対何のコマーシャルでしたっけ。でっかいってやつら怖いね。やつらって言ったらいいからね。あの人らパワフルやもん。いや、それでもビジネスマンとかもね、やっぱすごいパワフル。すごかった、この間奥道後温泉に中国人の観光客の方がいっぱい来とってね、うん、あのほらあそこってフォレストグルメスタかなんかいて、あのバイキングかなんかね、はいはい、いやーまあうるさいの、なんのなんの。でも本当にすごい、パワーはすごい、パワーはすごい、パワフル、パワー、うん、子供だってゲーム機4台ぐらいぶら下げてもでっぷりした子供。でもその秋葉とか行くと今中国の方多いんでしょ。なんかビザ緩和されてからだいぶ、そう年収がね、デパートでね、うん、あの大人が、あのデパートほど大人がそうだってツアーの
炊飯器買って、ね、ツアー声優のためにその貸し切りするね。とかもアフロの貸し切りとかね。あれがすごいなって思って、うん、すごいよね。機会があればぜひ皆さんも行ってください、ね、行きましょう、はい、もうそろそろでもエンディングになるんですかね、はい、エンディングになりますね。なんかね、どんどん行くよね、はい、あ、聞いてくださってありがとうございます。いく、え、なんかこれ何、それからキシヤさんつぶやいてくださいって言う。キシヤさんはつぶやいてないね、川原さん、うん、なんかキシヤさんですか今日は。今日川原さん、結局そうだ、もうなんかこうバッ、こうこの辺に座ったりとかしたら、そうだね、うん、あ、じゃあ、あの階段タイムズ席来週からあの設定してもらって、ね、特派員ね、ピースト特派員で、ね、ピーストの記事は3ページぐらい特集3ページぐらいかな、その交渉次第え、でも今日何回も言いましたね。そうだね、だいぶ見たね、カイナタイムズ、ね、5ページぐらい特集になるので川原さんです、よろしくお願いします。川原さんね、綺麗ですよね、うん、あ、ありがとうございます、うん、っていうか無理しなくていいですよ、いや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 、無理しなくていいですよ、ね、私にも言ってください。あ、白ちゃん可愛い、白ちゃん可愛いね。みかんぼっきーさんももう画面の中入りましょう、入れる、はい、はい、みんな入って、じゃあエンディングに行きましょうか、行きましょう、ぐちゃぐちゃと、じゃあちょっと、はい、後ろ行った方がいいです。見て、エッチなトランプ、すごい、今フォロワーがめっちゃ増えてるんですか、すごい今フォロワーがすごい増えてる、すごい勢いで、あの、うん、今なんで、6人一気に増えた、みんなフォローしてね、みかんポッキーさんもフォローしてあげてね、カフラさんはほにゃほにゃの社員さん、そうだよウィンさん、いつの海南タイムズが呼んでるのでしょうか、うん、うん、早ければ15分、あ、じゃあお盆だね、お盆、うん、だからその結構って深みがある記事に触れた時間がかかるかもしれない、ああ大丈夫大丈夫、取材対象が浅いから深くならない10年後ツイッターはどんな形、うん、ああそれはないね、もうないかもわからんね、10年後はない、うん、インフラになってる、インフラになってるかなくなってるか、あ、これちゃんと日本語でポルノズって書いてポルノズ、ポルノズってのもすごいね、エロティックアートオブザイースト、すごい、山形からはもう今日見てもらって、山形、山形から、それは、あ、前さくらんぼ、山形は山形は今夜10時なんで時差はないですよここは日本ですから、ね、時差ないですよ、時差ないですね、そうですね、いや、こちらこそありがとう、いや、こちらこそありがとう、はいはいはい、はい、山形って何が有名なんですか、さくらんぼ、さくらんぼ、まあお土産で持ってきていただいて、あとお米とか、お米、山形ってお米が有名じゃないですか、山形って何が有名なんですか、何が有名なんですか、すみません、あんまり物を知らなくて、徳島から来てます、徳島からね、はい、あ、お酒もね、ギロッパさんの感じ、ああ徳島からどうもありがとうございます、村ポンさんね、はい、もう徳島と愛媛はもうね繋がっちゃった、はい、ユースの一つですね、もうね、はい、またお会いしたいですね、ぜひぜひ、うん、徳島も行きますよ、うん、行きますよ、もうすぐ徳島もお祭りですよね、すそう、阿波踊りがあるんですよ ね、阿波踊りあるね、阿波踊り行きたいね、予算越えてから阿波踊り、ね、結構そう、四国はお祭り有名な、四国、うん、はいいですよ、もう夏にね1ヶ月休んでずっと四国で打ったらいい松山祭りが松山祭りも来てくださいよ、野球系踊りやりますから、ゲロッパさんが被ってるの気になる、何が被ってるの、ね、みんなゲロッパより、ゲロッパもうゲロッパ死ね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 っていっぱいあるツイートしようかなと思ったけどもう直接言おうみたいな、ごめんね、ちょっとこれじゃないですはい、まあでも今日はシロタンはじめ美人ばっかり、美人お姉さんきっと、本当に、でも、あの、ね、ナンパされまくりかんぽんね、はじめね、美人度が高かった、今日はすごい素晴らしい番組だったね、あ、ごめん、招待前ですかね、山形、招待ザオスキー、ザオスキー、ザオ、花笠もいっぱいあるじゃないですか、スロが8万人だったんですね、ああ日本か、行ったことですか、いいな、行ったことないですけど行ってみたいな、山形もユーストとかあるんですかね、いや、あるでしょあるでしょ、あるでしょ、
まあ、とりあえず今日はなんか緩い感じで、なんかいや酒も飲んで、他も寝ないですけどね。他も寝るのが良かったね、今日ね。美味しい、あのエコシューさんも、はい、そうそう、本当なんか、今日仕事に行ってたんで、うん、熊の前にかけていただいてどうもありがとうございました。どこのゴンギツネか知りませんが、ありがとうございました。はい、じゃあそろそろ来週は、来週はこのトリトリさんが、マッキーは来週だよね。はい、はい、じゃあカメラこれですね、これです、ね、これですね、はい、はい、はい、じゃあさ、はい、さよなら、来週も見てくださいね、来週、はい、ありがとうございました、またね、見てよ、はい、とりあえずあの、はい、第3部で美人記者インタビューしようか、うん、記者、うん、逆取材、お願いします。彼氏はどうなのと、うん、はい、なんどのぐらいの付き合いそんなところからいきなり深いとか、いきなり深く振られるとどうしようかな。サッカーしてやる、サッカー、いいなぁ、あなたみたいな人の彼氏になりたいと思います。いやいやいや、もう僕も独身ですんで、今の彼と別れたらぜひ。いや、彼が言う人言うたらどうしても俺ちょっと落ち取った方がいいんじゃん。いやいやいや、やめてください。もう誰から構わず、なんかそんな、三つ子くんとかにしてあげたんですよ。そんな言わないです。三つ子くんって、あ、三つ子くんね、昔いましたね、アッシーくんとか三つ子くんとかね。僕は何にもなれなかったな。隠し3部がありますよ、嘘だけど。みなさんお疲れ様で、あ、ないと。じゃあ飲み会3部にしますか。楽しかった、ね、来週飲みます。ダダ漏れでね、ダダ漏れ、そう、来週決まってないよね、企画でも、はい、来週11日、ね、音オフですか、はい、これまで